猿き14日の日曜日に、はい、西ラジ金ハミ感謝祭という、はい、町田ウエストボックでやらせていただきましてね、はい、大変もう予想以上のお客様がたくさん来てくださって、本当にそうです ね, ねたくさんのリスナーさんにお会いできて本当に嬉しかったですね。ありがとうございました。皆さんその日だけ の CD を餌にすると結構来てくれるんだなってことが分かりましたね。餌にとか言わないで罰ゲームだったなりにね、はい、よかったじゃないですか、人がたくさん来てくれて、ね、喜んでくれて、この西ラジで8月いっぱいやっていたクイズ一回り対決でね、そう私が勝利をしまして負けた西さんの罰ゲームがこの短期間で CD を作るっていう ね、はい、私の紅茶の魔法という曲を CD にしていただきました。頑張ってありがとうございました。もう大変でしたよね。なんかね、結局なんか全然カオリン勝ったのに、そう結構なカオリンへの罰ゲーム的なところあったよね。そうですね、先週のだって西ラジが終わった後、うん、CD の撮影に行ったりとかね、ジャケットのね、ちゃんとジャケットもだからついてて、そうそうよ。でその水曜日、先週の水曜日の仕事が終わった後にレコーディングしたりとか、はい、歌を撮ってね朝まで、そうそうそう、それで歌を撮る前に俺はなんかさっさと準備を済まして、うん、早く歌詞書き換えろやっつってね、うん、ふんぞり返ってて、そうカオリンは半べそ書きながらっつって歌詞考えてましたね。歌詞ができないよこの後一行ができないよって言って、早よせえやとか、そうそうそう歌えれいつまでもできへんでいや私勝ったんだよねみたいな歌詞決まらんと歌入らへんで、ね、初めてですよ歌詞待ちっていう、歌詞待ちでレコーディングができないっていう、ね、でも良かったじゃないですか、皆さんにも好評ですよ、ね、でも本当に頑張った甲斐がありまして、ね、私も、ね、記念になる一枚ができたなと思って、ね、本当に西さんありがとうございました。とんでもございません。もうこれもこれもそれもこれもみんなリスナーさんのクイズが ね全て影響してるわけですから、そうだね、クイズで俺が勝ってれば、うん、俺は本当に何もしないで、うん、カオリンがただ作詞作曲をすればいいだけのねことだったんですけどね、まあそういうわけで、そういう意味でもたくさん来てくださってよかったじゃないですか ね本当ですね、本当にたくさんの方からね、だから参加してくださったリスナーの方からいろんなその、はい、イベントの感想だとかいろんなものをいただいてるんですよ、はい、だから中にはねリスナーの方でその遠方の方だとか都合が合わない方だとかたくさんいらっしゃって、皆さんが お越しになられたわけではないので、そうですね、そういう人たちのことを気持ちを考えると、うん、そういう中イベントが良かったイベントが良かったなんていう話を連呼するのは、うん、かわいそうだなと思うんでね、うん、今日はどんどん紹介していこうと思うんですけど、ね、ちょっと言ってることが違うじゃないですか、またあこれやっぱり行かなきゃなって思ってくれるかもしれないじゃん。そうだね、一応ユーストリームでは ね配信の方させていただいたので、はい、そちらでね会場の様子を見てくださった方も多かったと思うんですけど、でもやっぱりあれ生で違うかな、あれを見たら生で見たかったなって思う人も多かったんじゃないかしら。だってカオリンが直接歌いながら客席に降りてきて、うん、なんかクッキーを配るっていう、はい、なんかディナーショーみたいなね、なんか急に西さんが思いつきで言うからねスタッフ、うちのスタッフ偉いわよね、うん、俺がこれクッキーをじゃあ配ろう、うん、でクッキーもね手作りしたの、手作りしたのね、紅茶のクッキーを、紅茶のクッキーをね、わざわざね、はい、紅茶の魔法だから全然紅茶の味しなかったちゃんと紅茶の葉っぱが入ってたんだよ全然紅茶の味せんかったけど入ってたんだよ紅茶がそれをフォローするかのように紅茶のクッキー2枚じゃなくてもう1枚チョコチップにしてたよ、そうあれは自分でもちょっとあこの紅茶のクッキー2枚はどうかなって思ったもんね、前も作ったことがあるんですよ紅茶のクッキーっていうのも、あそうあれ前よりかなんかあまり紅茶の感じが茶葉の種類とかもあるのかな、ね、そうかもしれないまあそんなのにね、うん、対応してもらってすぐにワイヤレスマイク用意してくれたりね、はい、カメラで追ってくれたり、そうだね、素晴らしいですよ。もうスタッフのタムタムと松永さんにも感謝です、ね、本当大変なイベントよね、スタッフにしてみれば本当にめんどくさいイベントそうかもね、かもしれないよね、そうかもね、もう西さん思いつきでわけわかんないこと言うしみたいなね、かなりでもリスナーの皆さん、うん、会場に来てくださった皆さんも振り回されてましたけどね、うん、確かにね、それはでも最近はほら前にも長時間イベントで何回かやって、はい、
それでなんか大体こんな目に遭うこともあるんだなっていうのを分かってる人も結構いたんじゃないかしら。分かってくれてたらいいんですけどね、うん、そうなのっていう人もいたかな。人もね結構戸惑って、うん、もう二度と来るかと思ってる人も、あの途中でだって、これ感謝祭だよねリスナーの皆さんに感謝するお祭りだよねってちょっとこうあるね、確かめたくなるような時がありましたから。そんな時もありましたよねちょっとね、そんな、はい、遊びに来てくれたリスナーさんの、うん、あの普通おたなんかがたくさん来てるんでご紹介していこうと思うんです、はい、お願いします。大活躍だった人お一人のサムソンさん、おもう あの西ペディアでもおなじみですけれども、はい、イベントとかでは必ず出てきて、うん、それでなんかあの UNO で盛り上げてくれたりね。あ、そうですね、カオリンと同じぐらい UNO に関してはあの大人げないある時の ね UNO がそういう感じだったんですけども、たった1回のそれでもうずっとそうやって言われ続けなくちゃいけなくなっちゃったサムソンさん、またキャラクターってそうやって出来上がるもんよ。そうだよね、たった1回の1回のちょっとしたことが、たった1回ちょっとあの改めまして改めましてって言ってしまっただけで、うん、T シャツにまでなってしまう。そうだよね、本当に怖いよね。だから許してあげてくださいそれからほらあのいろんなあのすずねちゃんに、うん、すずねちゃんまだあのゲストで来てくれてね、北海道からまだ上京して3ヶ月だけど、うん、北海道から出てきてまだこっちのことがよくわからない、はい、特にチリはひどいもんですからねえ、こっちが慣れてないから ねだからそれであの町田相模原に詳しいサムソンさんからそれをレクチャーしてもらおうと、うん、でスズメちゃんがなんか聞きたいことあるみたいなこと言うからさ、うんうん、え何聞きたいことあるんだったらどうぞって言ったら、うん、星ラーメン屋さんはどこですかって言ってねラーメン屋さん情報ね、それタムタムに聞けばいい話。そうだねサムソンさんがラーメンに詳しいっていうかどうか分かんないし ねそれは町田相模原に詳しいけれど けれどもラーメンが詳しいなんて一言も言ってない、ね、そうだねそんなサムソンさんね、うん、その場も盛り上げてくださって、はいね、メールいただきました。14日の西さんカオリンさんリスナー&ユースト&サイマルお聞きの皆さんこんばんは。アンドはね最後の1個につければいいんですよサムソンでございます。14日の金ハミ西ラジファンミーティングお疲れ様でした。あ、ファンミーティングにすればよかった、感謝祭じゃなくて。そうすると感謝しなくてもいい、ね、じゃあ今度からファンミーティングでしょ。あ、そうなのか、言い方一つで違う ね感謝してなくても文句言われないじゃん感謝してないじゃんって言われない。おなじみのリスナーさんや初めてお会いするリスナーさんなどお会いすることができ、うん、楽しい時を過ごすことができました、うん、短期間ながらこの日のために作られたと言ってもいいカオリンさんの新曲、はい、あれ紅茶の魔法 CD もいただきましたが、はい、聞き惚れるほどいい歌だなと思いました。ありがとうございます。新曲っていうかもう随分前の。そうですね、曲自体はもうだいぶ前に作って、あれいつ頃、もうすごい前でしょ。そうですね、最初に曲として出来上がったのは多分20代前半とかだと思うんですけど、うん、じゃあもっと 3年ぐらい前ってことですか。 そうですねそれぐらい。え、20年前ってことじゃん。えそんなに前じゃない、もうちょっと計算弱いなすぐ突っ込めるぐらいのところだったけどないものな、だんだんね、いや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 ぐらい言ってもいいところだったけど、だんだん私いくつだっけ今って思っちゃった。15年ぐらい前かな。そうか、そのぐらい前になるよね、うん、そんな前 あの曲なんですけれども、はい、まあ、あの新曲と受け取っていただいていいと思います。そうですね、はい、ウノやだるまさんが転んだといった定番のアトラクションも楽しかったですし、これを定番にしちゃうところが面白いところですよ ね、ゲストの鈴音さんの元気印を感じるライブと爆笑トークも良かったと思います、うん、なぜか私が上京したての鈴音さんに町田や相模原のことを教えるのには、うん、私自身びっくりしてしまいました、うんね、これちょっとあの本当はサムソンさんは絶対一回ステージに上がってもらって、うん、あのラジオのこととかあの地元の話をちょっとしてもらおうって思ってたんだけど、うん、何人かこうねあのビンゴマシーンを使って、はい、それで数字を出してそのチケットの数字を持ってる人に上がってもらうっていうのをやってたんだけど、そうでしたね、あのサムソンさんはそこでは、うん、あの番号が当たんなかったんで、うんうん、無理やり、うん、スズネちゃん上京したてのスズネちゃんに町田相模原のことを教えようって、はい、で引っ張り上げてみたら、うん、あのスズネちゃんは美味しいラーメンどこですかっていう的外れな質問をされて、うん、でサムソンさんもまた見事にその質問には的外れな答えを
してあげて、外れでちゃんと外れ同士でね、ああなんかそれぞれでお互いの土俵に持っていこうとする感じが面白かったですよね。サモソンさんももうラーメンの話は一切触れずにいつの間にか町田相模原のいいところを話してくれて、うん、あそうこれあれ嬉しかったですね。そうですね、ありがたいですよ。さすがもう噛み合わない2人、うん、あまり詳しくないんだねラーメンにね。そりゃそうですよ、しょうがないよそんなのそんな情報なかったもんね。そんなこと俺一言も言ってないし、そうだね勝手に聞いちゃったんだもんね鈴音さんがね。次回もまたリスナーの皆さんと一体感のある企画楽しみにしてます。追伸、中見世商店街にあるカレーの浅野さんへは都合で行けませんでしたが、時間ができたら名物のカツカレー味わってみたいと思っております。うん、ぜひ行ってみてください。あのこのカレーの浅野にもたくさんの方行ってくださってね、そうありがたかったですね。この、14日を含む、うん、2日の金曜日から12、13、14、15の4日間をずっと、はい、あのカレーの浅野さんではずっとね、はい、西ラジ感謝祭スペシャルということで、うん、あと FM 相模開局記念日スペシャル、うん、後付けでしょ、ほんのすごい終わってからこうやってつけてます。15日がね FM 相模の、まあ、ね、開局記念日ということで18歳になりました、ね、なりました。ありがとうございま す。これからもよろしくお願いします、ね、そこを中心に持ってくるべきイベントだったかもしれない、ね、そうだね、でむしろ15日にそういうことやればよかったなって、ね、そうだね、そんな気もちょっと後からしましたけれどちょっと後付けになっちゃいましたが、だけども本当にあの浅野のご主人がね、うん、ちょっとびっくりするぐらいたくさんの人が次から次へと来て、うん、そうあの昨日、月曜日ですか最終日に私と西さんも食べに行って、はい、そしたら、うん、ご主人の口からもリスナーさんの名前が出てくる出てくる、ね、こんなにたくさんの方が来てくれたんだと思って嬉しかったですね、ありがたいですね。でみんな美味しかったでしょ、ねね、よかったですよね。またぜひこれあのこの後もね、うん、どんどんカレーの朝の足を運んでいただきたい、うん、そうですね。ザカさんからもいただきましたありがとうございます。西さん香織こんばんは、先日行われました西ラジ金曜ハミング感謝祭お疲れ様でしたこれわざとじゃないと思うんだけど、感謝祭っていうのの祭がお祭りじゃなくて、うん、なんか感謝際になってるまあまあありますよいうこともこれわざとあの感謝祭っていうより感謝際だったよねキワキワの感じだったよねっていう、祭りじゃなかったぞっていうどうだろう感謝祭というにはキワキワのイベントだったよねっていう、そうザカさんの身が知るそういうそれだとしたら合ってるんだけど、ね、あっという間の8時間でしたね。本当に楽しい時間を過ごせました。あのイベントとしては8時間って長いんですけどね、長いですよ。だけどなんかその前に40時間とかやったことがあるからね、そうだね、それに比べれば8時間は短かったかもしれない、5分の1だもんね。でもまあこのぐらいがちょうどいいんじゃないかなっていう気もしますよ、ねね、うん、ただ翌日用事があり最終バスの関係でちょっとだけ早く帰らないといけなかったのと、アクリル倒しが当たらなかったのが心残りでしたが、あのイベントは普通にあのちょっと押して10時ぐらいか結局、まあ、その後みんなであのそうですね、カオリンからちょっとサインをしてもらったりとかね、うん、ポストカードを配ったやつにお名前とサインを入れたりとかそういう時間もあったので、うん、あと鈴音ちゃんも結構サインとかしてくれて、ね、CD 売ったりとかね、うん、だそういう時間もプラスで10時過ぎぐらいにはでも終わったんですよね、一応は ね一回終わってそれで、うん、あとはみんなダランダランとそうそうそうまったりとしてました。そうそう普通にすぐ帰ってくれていいんですけどねちょっとなんだか知んないけど名残惜しいのよやっぱりあれだよね、40時間とかあるから8時間じゃ物足りなかったのかな、足りなかったのかないやいやまだこれからでしょみたいな感じだったのかもしれないね。西さんがこうほらなんかしだすんじゃないかなっていう期待とかもあるんじゃないの。いやいや俺完全終わってたやんもうまあね私たちから見るとあ西さん終わってんなって感じはしたけど、ねね、でも皆さんからしたらいやそんな中でもなんかしだすんじゃないかなって終わりのでも名前遅くしてもみんなが帰れない人、ね、そうですね、それで残っててなんか帰れなくなっちゃった人、ね、そういう人もいたし、どうしたらいいんだろううん西さんが一声解散って言われたらいやいやイベント終了ありがとうございましたさよならって俺言ったやん、うんそれで俺裏に帰って行ったやん。そうかね。でもうなんかこうほら名残惜しいじゃん。ね、難しいわね。祭りの後はさ。そうね。ね確かにその気持ちはすごいわかる。そうそうそう。ね、名残惜しかったもん俺もちょっと。うん、カレーの美味しかったです。ザカさんも言ってくれたんだね。うんうん、ご主人もいい人でまた行きたくなりました。美味しいお店を教えていただきありがとうございましたっていうね。嬉しい。ね。浅野のご主人本当にいい人でね、うん、その
日曜日の翌日月曜日も祝日でね、はい、この日もまだサービスしてくれるっていうんで、うん、まあ俺たちが本当はサービス期間中に行って、ねうん、安くしてもらうっていうのもおかしい話なんですけど ね大盛り無料とかしてもらうのもねどうかと思うんですけど、うんうん、でもあのお休みだったんで香里も食べに行ったことなかあのしばらく行ってなかったから、ね、そう何年か前には行ってるんですけど、ねうん、それで浅野のご主人もあのカオリンさん来ないかなみたいなことをリスナーさんに話してたっていうのをちょっと聞いたんで聞いてそう、ね、行きたがってたからね、うん、カオリンもね、うん、それで一緒にお伺いしたんですけど、うん、それでなんかもうあれもご主人口が滑ったんですよね、もう今日夕方5時ぐらい過ぎてて、はいうん、もうあと何時間かしかないし、うん、もう今日はあれだよラジオ聞いたっつって来た人には、うん、勝つサービスしちゃうよっつってすごいね勝つだよ講座豚の勝つねえ大変なカツよ、うん、本当によくて美味しいんだよね美味しかった、またねうん、そのカツだってかなりの金高額よそうだよ ねそれでカツサービスしちゃうなんて言って、うんうん、それでまあ最後にまあもう来ないからっ っていうそうそうそうもうあと閉めるだけ今日は来ない、ね、もう来ないだろっつってね、うん、それでまあ残り数時間だし確かにもう誰も来ないかもしれないけれども、うん、じゃあもしかしてね来てくれたらお得だななんて思ってちょっとツイッターとかフェイスブックに書いたら、うんうん、こういう前振りをちゃんと分かってくれる人が、うん、リスナーの中には、ね、いるんですねさせてくれる人がね、うん、前振りとして、ま、もう誰も来ないだろうってご主人は言ってましたけどねみたいな、うん、そういう前振りをしてくれるとちゃんとそれに無理して反応してくれるそうなんですよ、ね、ムツゴロウさんがわざわざ大和から、うんその前にも食べに行ってるんですよ。そうよ。その前に食べに来てんのに。もう一回さらに最終日に。ありがたいわよね。さすがのご主人もちょっとびっくり。ね、本当に来たって思ったんだね。ね。いや本当にご主人にも申し訳なかったですけどね。でもそこに乗っかってくれたムツゴロウさんとかね。ねありがとうございました。こういうネタを喜んで会場でも結構みんなさ、うん、いろんな人が、うん、例えばムツゴロウさんなんかはAD 役を買って出てくれて、あそうでしたね。俺にアイスコーヒー持ってきてくれたり、なんかものすごい働いてくれたりね、はいはい。お金払って感謝される立場なのに。そうなんですよ。ね、それなのになんかこき使ってる感じでしたけど。こき使われて意味わかんないもんね。それになんかイゴールヒロチャンチンさんだってさ、うん、どうも歌があんまり歌を歌うのあんまり得意じゃないね、カラオケとかも全然行かないって言ってた、ね、お好きではないんでしょうきっと、うん、だけどもなんか僕がちょっと前振りしたら、うん、さあじゃあヒロチャンチンさんも立ってくださいねみたいに言ったらちゃんと立ってくれて、ねうん、じゃんけん大会じゃんけん大会 で勝っちゃったんだっけ勝った人がカオリンとデュエットをするそう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 でそれなりにみんな歌に自信のある人たちがはいはい最初、ね、はいみたいなご希望ある人ということで挙手してもらって、ね、唯一挙手しなかったしなかったのがひろちゃんちんさんなんですけどなんか僕がちょっと無茶ぶりをしたら立ってくれて、うん、でそういう時に限って勝っちゃうのね勝っちゃうね勝ちたくないなって心の中で思ってたんでしょうけど、ねねうん、で銀座の恋の物語カオリンと一緒に歌わされて、ね、デュエットさせてもらいましたそれにさあとそれもかわいそうだったけど、うん、後から遅れてきた人も結構いて、はい、そうですね長かったから、うん、SZK さん、うん、鈴木さんスーさん、うん、スーさん、そんなその人がちょっと遅れてきて、うん、それでビンゴ大会をちょうどやってたやってる最中だったね結構豪華な商品もあって、うん、T シャツもあったし、うん、それからあと肩たたき機器とか、うん、あと何があったっけ一番いいやつだとBluetooth のワイヤレスヘッドセット、うん、はい、日産のモトローラーのやつ、ね、お下がりね。そうそうそう。なんか知らないけど最近やってみたらペアリングができなかったっていうんで、結構いいものそこそこあったんですよね。うん、でそういうものがある中で、俺がずっと一押ししてたのが、うん、俺には全然効果のなかった腕にしてると腕にゴムバンドみたいのね、はい、してると静電気が除去できるっていう、うん、そういう風に歌われてるゴムバンドがあって。はい、でつけたその日にバチってきて俺が投げ捨てたっていう効果がなかったっていう叩きつけたっていうね、うん、そういう幻の一品そうそう幻の一品をわざわざそれを選んでくれて、うん、そうね当たったからあれなのよ
もう好きな高い商品が持っていけるのに、しかも来た瞬間にね、そうなんだよ、来てじゃあちょっと今までの数字おさらいしましょうかって言って、そのおさらいした数字で当たってたっていう、ミラクルだよねこれもね、ありがたい、皆さんがイベントに協力するのを最優先に考えていただいて、はい、本当に盛り上げていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ザコさんがところでキャンペーン期間中に浅野のカレーの浅野に行ったら、うん、西ザブなどの申請とか言っていましたが何枚もらえるんでしたっけ、それが気になりますね。なあ、そのこと言いましたっけねすっかりまたいつものごとく私たち忘れててね、よく覚えてない、あれ言ったっけみたいな、ね、でもよく考えるとなんか西さんが西ザブ、古ザブ、うん、中見世ザブをもうセットで出しちゃうよって言ってた記憶がちらっと蘇ってきたんですけど、へーって出すんじゃないの、はいはい、出す浅野のカレーの浅野行ってくれた人は、はい、一回行ってくれた人は、うん、西ザブ、古ザブ、中見世ザブのそれぞれセット1枚、中見世ザブって何の効果があるのか分かんないけど前にも一応ね中見世ザブを町田すごろくんの時になんか、ね、出したことがあるんだけれども、ね、それ以来、ね、そう出してはいないんだが、特になんか何の効果があるかも知らないですけど、うん、でもまあ中見世にあるからね、あるからねお店がねあるからね3枚セットですごいよね、あのカレーの浅野のご主人、うん、なんかあの町田すごろくん時だよなんていう話もして、そうそう、え町田すごろくん何してるんですかみたいな、何のこと知ってるんですかって言ったら、うん、リスナーの人がなんか聞きに来たみたいな、ね、そうそうそうこういうお店ありますかって言われて、うん、いやもう潰れちゃってないよっていう、うん、で何人かに聞かれたんだよって言われて、ね、そんな迷惑をかけてたんだよね知らないところでね、気をつけなきゃいけませんよね、どこでどんな人に迷惑かけるか、うん、だからムツゴロウさんはだから2回行ったから2セットってことですね、合計2セットもらえるっていうことです、わお、ね、ぜひポイント加算しといてくださいはい、ムツゴロウさん、そんなムツゴロウさんからはもいただいております、はい、リスナー感謝祭とても楽しかったです、カオリンの紅茶の魔法の CD もゲットできたし、愛情のこもった手作りクッキーもいただけたし、多くのリスナーさんとも交流できてハッピーな一日でした、 AD 役としてこれからも頑張りますありがとうございますありがたいですね本当にね、大活躍でしたよね、いろんなの盛り上げてくれて ねで結構さ、うん、あの写真もすごい撮ってくれてて、あ、はいはい、 Facebook とか昨日今日とか見てたらいっぱいいろんな方がアップしてくれててね、ね、うん、それで Facebook に全部こうステージ上からの写真とかもアップされてて、うんうんうん、ここまで全部撮ってて、もう写真係やん、すごいね、記録係って感じだ ね、あれも見てなんか後で振り返ったらね、懐かしく思い出されると思います、うん、ね、ありがとうございます、持ってください、うん、イベントを途中で抜け出してリッチなカレーの店浅野さんでカツカレーをいただきました、うん、スパイシーでとっても美味しかったです、カツが上品で油がスーッと消えていきます、そうなのよね、本当によくできてるのよね、うん、伊集院さんが日本一のカツカレーだっていうのもよくわかるよね、はい、うん、あのしかもなんかそのラジオの中で話してたんだけどさ、うん、なんか対戦形式だったのよ、はい、で結果的にはあの敵の方のやつに僅差で負けてしまったんだけど、うん、でもそこに伊集院さんものすごい、うん、あのなんていうラジオで、うん、あの最初の一口じゃダメなんだと、うん、相葉組ってほら両方を味わわなきゃいけないから、うん、全両方完食はできないじゃん、そうですね、だから最初のうち食べて、うん、あこれも美味しいですね、ですぐまたこっち食べてってなるけど、うん、浅野のカレーは、うん、かつにこうここだんだんこうあの割とサラッとしたあのカレーがだんだん染みていく感じとか、うんうんうん、かつにサラッとこう乗せて食べる感じとか、うん、もう最後まで完食してくんないと、うん、わかんねえんだよと、あの良さは、うん、最後まで食ったら絶対日本一なのにってラジオで言ってたぐらいなんで、そっか、ね、ぜひどんどんあのまた食べていただきたい、確かにちょっと見た目はボリュームがありそうだなって、うん、な私もあってこれ全部食べきれるかなって思ってたんですけど、そうなのそうなの、でも食べれば食べるほどやっぱりカツもそんなにほら厚いカツじゃないから、よく分厚くてね食べにくいのあるからね、うん、ああいうカツじゃないんだよね、全然しつこくないし、なんかさらっと食べられて気がつけばもう完食って、ね、美味しかったすごく、結構辛いのが苦手な香りですけど、うん、まあ、ちょっと辛いは辛かったと思うんだけど、でもね全然ご飯とお野菜と一緒に混ぜて食べたら美味しかった、ね、今度は香りの時は甘めでってお願いした方が、うん、にも してみようかな、うん、でちょこっと香りが浅野のご主人に私チキンカレーでって言ったんだけど普通にカツカレーで聞いてもらえなかったっていうあんまりやっぱおすすめがほらカツカレーだから
いいよ、私がチキンカレーとか言ったのが間違ってた。やっぱりカツカレー食べとかないと。あの結構浅野のご主人本当面白い人で、あのリスナーさんがやってきて、うん、あの FM 坂上聞いてきた時、あの西ラジ聞いてきたんですけど、うん、って言うと、うん、みんなに、うん、あ青鬼さんって聞いてたらしいですね。みんな青鬼さんかと思われてた。でようやく何人目かに本物がいた、本当の青鬼さんが来てびっくりした。そうそうそう。京都からね、まさかだもんね、まさか来てくれるとは思わないですもんね。 それで、ムツゴロウさんはゆで卵をサービスしてもらいました。大盛りか、うん、大盛り無料かゆで卵のトッピング無料か、うん、ウーロン茶いっぱいサービスかみたいなね。そうなんです、3つ選べるようにしてくださってね、ありがたいですよね、うん。そしてまさかの翌日も行ってしまいました、うん、西さんに集合をかけられたのでというとご主人はそんなに西さんって影響力あるんだと驚かれた様子でカツをサービスしてもらいました。また機会があったら行きたいです。いや美味しいでしょこれ。あの、いまだに伊集院さんもツイッターでたまに、朝のカツカレー食いてとかこう、うん、言ってます、書いてるぐらいですからね、はいはい、本当に美味しいですから、また食べに来てくださいまし。ムツゴロウさん2回もね来てくれてありがとうございます。葉っぱちゃんからもいただいております、ありがとうございます。西さん香里、リスナーの皆様こんばんは、やけどで自宅療養のため当分まったりまったり西ラジオ聞きます、わーいってね、やけどしてる中、ね、そんな中来てくれて、ね、ありがとうございました。リスナー大感謝祭、大はついてないんですけど、リスナー大、じゃあ 大感謝祭にしましょう。リスナー大感謝祭、お疲れ様でした。私は一時参加が危ぶまれたのですが、救世主様が現れまして無事参加できることになり本当に良かったです。救世主様ありがとうございます。これメシア様じゃなくていいんだよね、救世主様でいいんだよ。イベントでは何度もステージに上がらせていただき、ありがとうございました。ゲストの鈴音さんのライブも素敵でした。最後のサライの2番から3番の感想でのリスナーさんたちのコメントコーナー、うん、思いついた西さん素敵です。あれ良かったですよ ねあれとっても、でももっと早くからやればもっとみんな最初から受け打ち解けられたかもって、そうなんで最後の最後に名前と顔が一致した感じになっちゃったかな、ね。ほら昔さ、うん、ちょっともう一回思ったんだけど、あのヤングオーオーっていう番組があって、はい、で番組のオープニングであのハッピーって聞くとみんな、うん、ハッピーって答えるようなのがあったのよ。お客さんが会場にわーって言って、うん、それで番組のオープニングがバーンと始まって、うん、さあ今週も張り切ってまいりましょう、ハッピーって言うとお客様ハッピーみたいな、そういうコール&レスポンス、そうそうそう、だからオープニングとかそういうところで、うん、あのカオリンがまたワイヤレスマイク持って、うん、でみんなにハッピーっつって、うん、違うわ、あのラジオネームお願いしますみたいなので、そうやってラジオネームとかを聞いて回るっていうのもいいかもしれないよね。そうですね、ね、何々です、ま、こういう皆さんとお会いできる機会っていうのはやっぱり普段ね名前と顔が一致していない方を、ねね、一致させるっていうのもね、そういう意味合いもあるからね。だからこれね、本当はこの、思いついたのは西さんじゃなくて古谷さんなんですよ。古谷さんからかそういう、うん、あのリスナーさん紹介みたいなあコーナーがあるといいねっていう話をしましたね。あるといいですねっていう話をしてたので、うん、そういうことなんですね、うん。魔法の紅茶の魔法の魔法の紅茶ってなんだの CD をはじめ、カオリの手作りクッキーポストカードなどお土産もたくさんいただいてホクホクで、個人的にはビンゴ大会でいただいたアラサメ T シャツ、おーそうね、S サイズが 2枚残ってたんでね、まだね、あったの残ってたの、今までには欲しくてもサイズが合わず見送っていたのですが、着られる体型になったので、うん、ゲットできてよかったです。よかった、また都合ついたらボックスに顔出しますね、ぜひぜひ、ね、ありがとうございます。トマトさんも、うん、トマトさんはちょっと早い時間に帰らなきゃいけなくて、ね、そうでした ね。でもそれでもわざわざ来てくれて、熱海からね、ありがたいです、うん。西さん、カモリン、リスナーの皆様こんばんは。先日のリスナー感謝祭お疲れ様でした。所用で途中退席してしまいましたが、リスナーさんたちと会えて幸せでした。タイムラインから歌ってという指名を受け、恥ずかしながら歌えたのもいい思い出です。何歌ったんだっけ、世界に一つだけの花 を、ね、皆さん、ザカさんと4人来てもらったんだっけ、ザカさんとムツゴロウさんとトマトさんと、あとでもあの結構あのスマップメンバー揃えたから、そう、ね、誰だっけ、誰がいたんだっけ、あと、ね、写真が残ってたはず、はい、誰だっけひどいひどい、だるまさんが転んだで、カオリンとも西さんとも手をつなぐこともできたし最高の思い出です。最後は記念写真を撮影して帰りました。帰りは思い出に浸りながらロマンスカーに乗りブログを更新してました。ありがとうございました、って、ありがとうございました。トマトさん、まさかロマンスカー目的だったんじゃないでしょうねロマンスカーに乗るついでにボックスに来たんじゃない、ついでじゃないでしょう、
ね、記念撮影もできてよかったですよね、うん、途中で結構帰っちゃう人とかもね。そうですね、山田先生とかね。あ、そうでしたね、北海道から来てくださって、北海道から来てくださってね、全国から本当にありがとうございます。そうだよね、うん、奈良から来て歌ってった人もいるしね。あ、スマップのメンバー松山亮さんだった。松山亮さんもスマップだったんだっけ。そうだったね、一緒に上がってた。おかしな組み合わせにしたんだ、わかんない。トマトさんもありがとうございました。このだるまさんが転んだで、あのカオリンが一回鬼になった時に、はい、あのみんなカオリンの手をつなぎたいもんだから、みんな最初の一回でだるまさんが転んだってやったらずん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 進んでいって、ちょっとあのね恐怖を感じました。恐怖を感じるぐらいにすごい勢いで、みんなが迫ってくる感じが。いやいや素晴らしかったですよ、あれもね。それから世界の本田さん、ありがとうございます。西ラジ金曜ハミングリスナー感謝祭、あっという間の8時間本当に楽しいイベントでした。参加しただけでもいただける紅茶の魔法の CD、 香りの手作りクッキー、これだけでも十分元が取れるのに、各種ゲームや松山亮さん、葉っぱちゃんのライブ、もちろん香り、西さん、鈴音さんのライブにトークと、本当に盛りだくさんで行ってよかったです。とはいえ、西さん、香りスタッフさんは長時間にわたり運営に気を使い、さぞかし大変だったことでしょう。本当にお疲れ様でした。スタッフは本当大変だと思いますよね。あのタイムテーブルも渡されることなく、その場その場であれ持ってきてとか、ね、次に西さんが何をやるって言い出すのかをただ待つしかないっていう、じゃあ香りのライブ行きましょうかっていう、うん、急に言い出すみたいな。そうそう。また当日イベントを盛り上げたリスナーの皆さんもお疲れ様でした。これも大きかったですね。こんな楽しいイベントを開催していただき本当にありがとうございました。また次回やったら絶対参加します。ぜひ、ありがたいですね。またお待ちしてます。本当にまた次の時はまた行きたいですって言われるのが一番嬉しいでしょうね。そうですね。そんなたくさんの、はい、感謝祭にイベントに、ね、参加していただいた皆さんから、うん、メールいただきましてありがとうございます、はい、またやりたいと思いますし、そうですね、あと年末にはまたラジオの、ね、はい、あのカウントダウンイベントなんかもあるでしょうから、はい、うん、そこも長時間になると思いますので、はい、ぜひまた集まっていただいて、一緒に盛り上げていただきたいと思います。FM 相模 83.9 メガヘルツミッドナイトプレミア、火曜の深夜お送りするのは私西健一と古谷香織が西まで生放送でお送りする投稿バラエティ西ラジです。今日もだいぶ普通歌を読んで時間を、はい、もう30分超えですね。30分超えですけど、今日は割とメールも少なめなんで、そうですね、うん、連休明けということで皆さんお疲れだったりするのかな、そうかもしれませんね、うん、ゆったりとお送りできるような気がしたりしなかったり、どうだろう。こういう風に言ってると後からいっぱいね送っていただいたりすることも、これをあ、合図だと思う人がいるから、そうだね。あ、合図だ、嘘みたいに送らなきゃみたいな。合図じゃないですけど、うん、本当に今日は言ったりしようと思ってるんです、はい、ということでいつものコーナーご紹介していきたいと思います、はい、CM 替え歌合戦、今週はクイックルワイパー、ね、はい、クイックルワイパーの替え歌でございます、うん、今週もたくさん、あの割と MVP をこれにしようって思ったんですけど、結構かぶってたりとか ね、難しいもんですよ、なんか、クイックのワイパーなど一番最初にまたお送りしようと思いますので、ね、はい、思いついたら途中からでも結構です、どんどん送っていただきたいと思います。ありなし本線、日本海さまざまなもののありなしの線引きをみんなでするコーナーでございます。今週は記念日のありなし、はい、ね、この間の15日が FM 相模の開局記念日だったということで、はい、皆さんの周りにもさまざまな記念日あると思います、うん、なんかもう細かいことを言えば、なんかあの美味しいねって言われたからつってサラダ記念日っていうようなバカもいますし。バカじゃないよ。名作を、何ですか、名作ですよ、大変な名作ですよ、ね、でも迷惑な話でしょそんな。今日何の日か覚えてる？え、何の日？あなたが美味しいって言ってくれたサラダ記念日、やかましいわ。覚えてるか。何でもできるね。じゃあ、ね、味噌汁が美味しいって言ってたから味噌汁記念日とか。ね、そんな記念日のありなしを送っていただきたいと思います、はい、ボケましょうタイム歴史問題編、世界史を今扱っております、今週の世界史の問題はダビデ像を作ったのは誰、はい、ね、これはミケランジェロということですね、はい、このミケランジェロという答えをボケていただきたい、そうです、そういうコーナーでございます、そして小さなやった小さなイラを送っていただくやった感イラットハウス、そして人生なんだかいつもこういう目に遭うなという
法則を送っていただく、そういうことになっているなどのレギュラーコーナー、どんどん皆さんからのメール募集しております、はい、メールの宛先ご案内しましょう。 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp です。はい、ファックスでもお待ちしておりますよ。 042-776-0839 042-776-0839 です。はい、はい、そして FM 相模のホームページには、はい、メッセージフォームがございますので、そちらの方から送っていただくのも非常に手軽でございます、ね、そうですね、インターネットが見れる環境の方はぜひホームページの方からこちらを利用していただきたいと思います、はい、この後日まで生放送、皆様からの投稿じゃんじゃん送ってください。お待ちしてます。話の流れからだとこれ書けないわけ、ね、ありがとうございます、14日の日に皆様に配布したシングル、無料配布した会場でね、はい、お配りしたシングル、古谷香織、紅茶の魔法。曲は古谷香織、紅茶の魔法でした。
CM 替え歌合戦。早速 CM 替え歌合戦からスタートしていきたいと思います。今週の替え歌はこれ全部後ろからになってるね。クイックルワイパー、どんどんお送りしていきたいと思います。ちょっと待ってください。これは新しいんだ。さあ、やっと今整理ができました。じゃあどんどんご紹介していきたいと思います。クイックルワイパーの替え歌、今週はねちょっと結構意外なものがかぶったりとかねしてるんで、それもまた面白いんじゃないかとお送りしていきたいと思います。まずは横の子のかっちゃんからいきます。くるくるはパーマー、ちょっと待って、くるくるパーマー、くるくるパーマー、そうこれが多いんですよ。ああなるほどね。今くるくるパーマー送ってきた人はみんな、しまったって思ってるかな。もう1個目で潰されたっていう人もいるかもしれませんけど、クエクエチョコボール、クエクエクエってやつね。すごいすごいリスナー、リスナーさんのパワーに、はい、横六のかちゃんも来てくれて、そうですね、ありがとうございました。来てすぐビンゴ、いましたねそんな人ね、うん、来てすぐビンゴの人、鈴木さんね。はい、西田部差し上げます。せっちゅあんさんからいただきました。せっちゅあんさんもねお越しいただいてありがとうございました、うん、ありがとうございます。くるくるテンパー、これも意味的には同じですよね。クロッカス咲いた、九十九里サーファー、九十九里サーファーもうまいですね。せっちゅあんさんはいつもうまいですね。西田部差し上げます、ありがとうございます。続いてはナスビーさんからいただきました。はい、ビビってるワイパー、これすっごいわかる。ビビってるワイパー、ワイパーがさ、よく車のワイパーキューキューって動くんじゃなくて、うん、ゴカガ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 って言うのよ。なんか滑りが悪いってこと。そうそうそう、ゴムがなんかそうやって傷ついてんのかね。あの多少最初はあのなんかほらあのウォッシャー液とかを出してやるんだけど、うんうんうん、それでもゴカ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 ってそんなんなる言うのよ。そういうのあんのよ。そういうところ、うん、これすごいよくわかる。これ MVP 候補ね。ホノルルワイハー、うまいね。狂ってる乱射、乱射ね、銃を撃つ乱射ね。湿ってる海パン、閉まってるシャッター。マスビさんうまいですね。すごい。素晴らしいです。西田ブルザブも。お、ブルザブも出ました。おめでとうございます。切ったね音。接触かね。接触かね。せっかく押したのに。電池ないのかな。わかんない。電池また交換しな。交換しなきゃかな。鶴見の海坊主さんからもいただきました。鶴見の海坊主さんも来てくれてましたね。ありがとうございます。どうしたの、電池にもう夢中になっちゃったの。大丈夫猿かお前。なんでそっちに気が行くと人の話を聞かなくなるのよ。なんか破片が壊したの。大丈夫。多分大丈夫。多分大丈夫。鶴見の海坊主さん、しけってるせんべい、曇ってるワイハー。ワイハー結構多いね、うん、もうハワイがワイハーっていうのはなんか定着してんだね。冷やしてるサイダー、サイダー冷えてると美味しいよね、特に夏はね。潜ってるダイバー、これうまいじゃない。潜ってるダイバー、潜ってるダイバー、ダイバーは潜るからね。そうだね、潜るからダイバーやからね。サムソンさんからいただきました。俺本当にさ、サムソンさんっていうのは、あの大体みんなさこういうの送ってくるんじゃないかなって、俺も例題を考えるから、はい、やっぱり考えるんだけど、うん、常にね、うん、白ポロさんとサムソンさんは絶対俺のその想像を超えてくる。あ、そう、みんなも超えてくると思うよ。
あ、そう、みんなうまいなって今青鬼さんなんかも言ってるけど、うん、ちょっと、まあ、そこそう来るっていう。サモソモさん今回は一本勝負です。はい、ブルックリンハイツ何ブルックリン、はい、ニューヨークイーストリバー沿いの高台に広がる高級住宅街、うん、ブルックリンハイツまさかのそうだね、すごいでしょ、びっくりだね、絶対俺の想像した範囲に収まらない。そうだね、素晴らしいです。西田も差し上げます。こういう勢いになると、うん、白プロさんを当然紹介しなきゃいけない。そうだね、気になるね、気になるもんね。白プロさい接続、はい、はい、今ローソンで買い物え、今ローソンで買い物してるんやって白ポロさん。本当に多分そうじゃない。そうなの、なぜならばもう一個が続きで、うん、早速おでん買ったクイ、え、もう絶対俺の想像の範疇を超えてくるからクイックルが早速おでん、もうクイックルもワイパーも関係あれへんねそうだね今の自分の状況が全てやねん。そっか、素晴らしい、想像を超えてきた、もう最高です多分なかなかこの2人は MVP は取れないかもしれないけれども , 笑いは取れるね先ほども言った鈴木さんからいただいております、はい、ありがとうございます。サイクルヒット、サイクルヒットって分かる？サイクルヒット、あ、野球ちゃんと知ってるんだもんね。サイクルヒットとは、あれ、サイクルなヒットだよね何をヒットだよね、これ難しい、なぜ難しいかっていうと、ヒットの種類でしょ。ヒットをいっぺんに一試合で、うん、あのヒット2塁、うん、分かった、それね説明してじゃん。一塁だ二塁あれ一塁だまあまあヒットのことは一塁打でしょうね。三塁打、三塁打、はい、ホームラン、正解、全部全部、あと三振もしなきゃいけないんだよ。三振もしなきゃいけないの、うっそー、うそつき、まあ、めったに出ないですからね、これだけど、あの一番早い時に三塁打を打ってやると、うんうん、出やすいんだよね。三塁打が一番難しい。そうだから三塁打までは行く人結構いるのよ、ホームラン二塁打、うん、ヒットみたいな、うん、だけど三塁打ってなかなかないでしょ。そっか、ね、だからこれやった人はすごいと思うんです。へー、もう一個、カツカレー食った。結構ね今日、うん、このカレーの朝のに気を使ってる皆さんが大変いらっしゃって、ほう、ものすごいいっぱいこういうカツカレーシリーズが来てます。本当だ、今回はあの普通は被ったやつは紹介しないんですけど、うん、今回これ言うのでこれに関しては、うん、カツカレーネタ、朝のネタに関しては全部紹介します、うん、そっか西田部鈴木さんにも差し上げます。早速ムツゴロウさんからいただきました、カツカレー朝のお気遣いいただき、カツカレー食ったがカツカレー朝のになっただけなんですけど店名が出てきた。振り切るメーターメーターを振り切るっていうのは何のメーターだろう、体重計を俺振り切ってたけどね、エラーになってたもんね、エラーになってあれもさ、あの昔はアナログの体重計が主流だったじゃない、はい、乗っかるとあのギューンってなるやつ、うん、針が動くやつね、そうそうそう、あれがさ、あの一周するとちょうど100キロっていうのが多かったんだよね。そうなんだ、そうなのよ、だから、100キロ用なのよ、だから100キロ以上になるとまたゼロからの足すっていう感じのやつが昔よくあってね、うんうんうん、それで一周過ぎた時ってなんか人間として周回遅れになった気がするよ ね、 ちょっとね、やったって思わない、思わないわよ西田部元頃さんにも差し上げます、塩かけさんからいただきました、ホイップクリーム、ホイップのクリーム、ホイップクリーム、ホイップクリームかな、クリうん、はい、もう一個、踊ってるラッパー、踊ってるラッパー、うまいね、うまいじゃない、
塩かけさんのくせに。くせにって。いい、ね、フルザブもあげよう、ね、出た。これ MVP 候補だね。ラッパーが踊ってる絵が浮かぶもんね。浮かぶヨーヨー言いながらね、ヨーヨー言ってる、ヨーメンヨーメン言いながらね、ヨーメンラーメンラーメンチャーシューメン、せんないせんないと思う。イゴールヒロチャンチンさん、イゴールヒロチャンチンさんも盛り上げてくれて ね本当にありがたいのでしょ。ハニカミヤエバー、ヤエバ可愛いよね。ヤエバ昔あった、糸切り刃、糸切り刃、糸切り刃ってヤエバ、すごいとんがってた歯があった、それ取っちゃったんだけど。あ、そう、うん、え、それヤエバじゃないの。ヤエバヤエバかな。じゃでもずっと撮ってる人もいるし、なんか途中で、抜いちゃう人もいるし、そうですね、うん、なんか重なっちゃうからやっぱり歯磨きがねしにくいみたいで、虫歯になりやすいって言われた。なるほどね、うん、そういうので撮っちゃう人も多いんだね、抜いちゃう人もね。茶川方ライター、茶川方、あの拳銃の形をしたライターも、あの今回あのプレゼントに、ね、そうでしたね、うん、してさせていただいて、結構いいやつなんですよね、重みもある、うん、ただ俺にはあのそのガスライターなんだけど、うん、そのガスがな今なくなってて、うん、そのガスを入れる場所が見つけられなくて何それ、それでプレゼントにしたっていうね。そしたらなんかイベントの最中に見つけましたよって言われて、うん、嘘っつって日産だけが見つけられなかったっていうこと。そうなの、あらすぐ見つけて、うん、ここを開けたら出ますよ、どうやってここ開けたの、いやここ動くでしょ、ここ動くのみたいな。ずっと知らなかったんだ。わかんないもんですよ、うん、客寄せパンダ、あれ、あ止まっちゃった、ごめんちょっと待ってね、はい、客寄せパンダ続いて、うん、調味料ウェイパー、ウェイパーって知ってる、ウェイパー、うん、見たことある、ね、うん、あれ山作戦 にもらったの、あ使いました、すんでもすんすんってって何、そうって言おうとしたら使いましたって急に聞かれたから、うん、そう新しいね返事の仕方が、みんな聞いた、すんだって、何か言われた時はみんなすんだよ。何そのここぞとばかりの僕に撮ったようにやらしいわね、すん T シャツかな今年は。結構味濃いんだよねあれね。そうなんだ、うん、最初の頃は結構使いすぎて味が濃すぎてちょっと、あれちょっと調整が難しい、うん、そうちょっとでいいみたいね、うん、本当にね。それからビビッとな海パン、これうまいね、ビビッとな海パンって浮かぶわ。ナンクルナイサー、あ沖縄の言葉で、うん、ナンクルナイサー、どうにかなるさみたいな意味だったかしらね、ナンクルナイサー、いい言葉より、しかもなんかクイックル、ナンクル、おちゃんと韻を、これもね素晴らしいね。もう一個紹介していい、クルクドゥドゥドゥ、え鳥の鳴き声だって、あーそっかそっか、クルクドゥ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 とかじゃなかった、クルクドゥ、まあいいや、ちょっと違う気がするけど、リスナーも開けましょう、そういうイメージだね。ナンクルナイサーは MVP 候補だね、うん、とってもいい、あじゃあフルザブも、あフルザブも出ましたよ、おめでとう。いい音、青鬼さんからいただきました、はい、ありがとうございます。空っぽのサイダー、空っぽになってたら何でもいいような気がする、江戸っ子のソルジャー、江戸っ子のソルジャーってこのなんか違和感あるね、なんかね、うん、ソルジャーソルジャーだけど江戸っ子、うん、リスナーも差し上げましょう。アマミイズムさんからいただきました、ファン感謝祭お疲れ様でした、海水浴から帰ってユースト配信見てたんですが、うん、だるまさんのあたりで寝落ち、起きたら0時を回ってました、残念。すごい、奄美はまだ海水浴できるんですか、ね、でも海水浴の後って疲れて寝ちゃうよね、寝ちゃう、プールとか入ると寝ちゃうもん。いいなあ、奄美で海水浴なんて、ね、夢だね、浮かびたいね、浮かびたいね、本当にね。アマミズムさんすごい、その日に合わせて差し入れを送ってくださって、麺類をいっぱい送ってくださってありがとうございました、ね、もう段ボールいっぱいの麺が届いて、いろんな種類のね、うん、分けてもらうから、うまかっちゃんも2種類ぐらい
それだけでも10袋ぐらいあって、なんかいっぱい種類がありましたよ ね、あの縦長のあの、うんうん、こっちではそうめんとかがよく入ってるような、はいはい、イボの糸とか入ってるようなね、そういうタイプのやつもいっぱいあった。ああいう感じのラーメンとかが結構多いんだね、鹿児島熊本とかのそういうラーメンたくさんあって、ね、あんなラーメンずっと食ってたら俺が麺になってまうわっていうような。なんない、はい、ありがとうございます本当にね。ありがとうございます。なんかさ、マミズムさんなんかもこうやってあのね、たくさん送ってもらって、それで、ね、うん、近ければきっとイベントにも、ね、来てくれたんだろうけれども、奄美から ね、 そうだね、紅茶の魔法1曲しか入ってない CD1 枚のために来るわけにもいかないだろうしさ、で他にもなんかいろんな都合があってあの来られない人とかから結構 CD 欲しかったのなんていうのがね、そういう、ね、声が ね、 ね、非常に多くてですね、ありがたいんだけど、まあ、うちのイベントじゃなくて他のイベントを選んだ人はもうあの置いといてさイベントが重なってる。そうそう、それで他のイベントを選んだ人はそれは自己責任だってさなんかさまざまな事情で来られなかった人とかいるじゃん、そういう人たちには何かこうね、そう CD あの今回はプレゼントだったじゃないですか、うん、そうね、ね、なんかもうあの販売でもいいので欲しいですっていう方とかも多くて、あそう、うん、どうしよう3万円ぐらい取る、え高い高いな。でもあれしよう、なんかさ、わざわざその遠くから、うん、その CD がもらえるっつって来てくれてる人もいるわけじゃん、うん、ああ大兄さんそうだって言ってた、 CD 欲しくて来てくれたって、ね、そう思うとなんかね、なんかじゃあこの、じゃあ来れなかった人にあげちゃったらね、なんだじゃあ行かなきゃよかったって思われたら、そう、そう ね、 ね、この微妙なところよね。で、あのそれは、うん、あのそういう青鬼さんとかそういう人たちが、うん、あのあいいですよ、あの来れなかった人のためにあのプレゼントとかね、なんかあの販売してくれても全然僕らは構わないですよみたいなこと言ってもらえたらね、その言い方え、そんな風に言ってもらったらね、そしたら販売してもいいかなと思うけどね。これ合図フリー合図なのかな、これ僕らじゃなかなか判断できないしよ、ね、そんなだってそんな遠くから来てくれた人もいるのにさ、 CD もらうためにさ、わわわわわわわ、どうしよう。あそうだよね、青鬼さんは交通費とかも入れたら3万近くでこんちゃの手にしましたって、そうだよね、タイムラインに書いてある。じゃあ3万円にしよう、高っ一曲入りだよ。ね、まあ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 。あ、奄美ズムさんもせめて陸続きなら車で行ったのにとかさ。陸続きじゃないもんね、奄美はね。サイン入りの CD の写真なら1万円で売りますって。どういうこと？どういうこっちゃ。ね、ちょっとこれは皆さんの判断も仰ぎつつの。そうですね。まあなんかでも欲しいよって言ってくださる方の、ねね、お気持ちにも応えたいなっていうのもあるんですけど、僕が一番引っかかってるのはそのカオリンの昔からのファンの人で、うん、それでこの日はどうしても都合がつかなくて来れなくて、だけど、うん、昔から CD 化されるずっと前から紅茶の魔法好きでってなんて言われるとね、そうだね、ほろっと、ね、どんだけ今までリリースしてへんねんっていうそこは俺も香りも同罪みたいなとこあるじゃないですか、ちょっとね、うん、ちょっと考えたいとは思いますよ、ね、ちょっとかん、はい、ね、なんかいい方向になるように検討したいと思います。奄美ズムさんの、はい、替え歌紹介したいと思います。理髪店バーバー、うまいね、気取ってるワインバー、これもいいね、気取ってるワインバ ー、なんか絵が浮かぶじゃない、若干字余りだけど気取ってるワインバー、すごくいい感じ、うん、生きてたかバーバーこれなんだろう、毒マムシさんかなこれいいね、でも気取ってるワインバーもこれ MVP 候補だね、うん、こんな感じで、はい、皆さんどんどん思いついたらクイックルワイパーの替え歌、はい、どんどん送っていただきたいなと思います。今聞いててね、なんかあこういうのだったら浮かぶ、そうですね、うん、思いついたっていうのがあったら、ね、あとかぶってる人はちょっと送り直したいなっていうのがあったらどんどん送っていただければと思います、うん、はい、メールは 839@fmsagami.co.jp、 ファックスは 042-776-0839 です。CM 挟んで後半続きます。
さあ、様々なもののありなしの線引きをいたしましょう。ありなし本線日本海、今週は記念日のありなしをお送りします。ご紹介していきましょう。記念日のありなし、昨日が、FM 相模、開局記念日、18歳になりました。もうすぐ20歳になるんですね。ザカさん、ありがとうございます。記念日を忘れるのはなしだけれど、忘れている人にどう思い出してもらうかを試してみるのはあり。なんか難しいこと言う。ありあり本線日本海。これ女の人って結構ね、記念日を覚えてたりで、男の方が忘れてしまったりっていうのは結構ありますよね。だから最近はなんかいろいろカレンダーにね入れておくとスマホで通知してくれるとかね、そういうのありますよね。ありがとうございます。ありなし、今いただいたやつ、おにぎりさんからいただいたのをご紹介しましょう。おにぎりさん、ありがとうございます。イベントお疲れ様でした。舞台見て、それからカレーの朝の寄ってから行ったので、遅くなってしまったけれど行ってよかったです、ね、ありがとうございます。そういうふうにみんなこの後予定があるんだけどっていうので来てくれた人とか、割とすぐ帰んなきゃいけないんだけどとか、あと遅れてきた、もう残り数時間なんだけどっていうので来てくれた人とか、ね、そういう人にも本当ありがたかったからですね。あとはなんか意外と言われたのが、昨日まで知らなかったんだけどみたいなね、もうちょっと早くきちんと告知をしようと反省もした、そんなイベントでございました。記念日のありなし、結婚記念日はあり、離婚記念日はなし。子供が立った日を記念日にするのはあり、親の背中が曲がった日を記念日にするのはなし。これどれもいいんじゃないですか。ありあり、これどれもなんか記念日にしていいような気がしますよ。なんかいい風に捉えましょうっていうね、そんな気持ちが大事な気がします。おにぎりさんにも西澤差し上げます。記念日のありなし、青鬼さんからいただきました。初めて出会った日を記念日にするのはあり、出会った日から初めて手をつないだ日、初めてキスした日とか、何でもかんでも記念日をどんどん増やすのはなし。これを男の発想な気がしますね。なしなし本線、これできればなんかまとめてほしいっていうね。なんか初めてデートした日をとか、そんなこと言われても、でもそういうのを気にしない女の人の方が増えてる気がしますね。なんかね、最近特に皆さんの周りではいかがですか。大通りヘップバーンさんからいただきました。いろいろ記念日を作るのはありだけど、作りすぎちゃって毎月の半分ぐらいが何らかの記念日になっちゃうのはなし。なしなし本線日本海ね、これもわかります。これもなんか男の理屈って言ったら失礼かな、なんかイメージですけどね、女の人がなんかそういう記念日を重んじるような気がしますよね、イメージとしてね。最近はそのこともないのかしら。イゴールヒロちゃんちんさんからいただきました。毎日がスペシャルなのはあり、毎日記念日だらけで日常生活に支障が出るのはなし。語呂合わせで記念日を作るのはあり、あるね。いちいちそれおかしくね、センスあるとダメ出しするのはありなし。あるもんね、結構ね、すごいのね。毎月29日を肉の日と制定し、お肉が安く食べられるのはあり、毎日29日しかお肉が食べられないのは死活問題になるのでなし。なしなし本線日本海。ねえ、いろんな日ありますよね。最近では一番もう随分いろんなところのネタで使い古されたけれども、22日がなんだっけ、ショートケーキの日。なんでそれマイクに乗るか乗らないかぐらいでそう答えをあっさり言って去っていくの。上が15日でね、いちごが上に乗ってるからショートケーキの日とか、そんなのね、あ、うまいこと言うなって思いますよね。西澤をあげたくなりますよね。イゴルヒロちゃんちんさんにもリスナーを差し上げます。鈴木さんからいただきました。ありがとうございます。いろいろな物事を記念日にするのはあり、それが何の記念日だったか忘れるのはなし、ね、本末転倒なこととかありますよね。語呂合わせで作っといて何の日だったか忘れちゃう。僕が困ったのはね、僕も割と
忘れちゃうので、記念日をなんか分かりやすくするためになんかね、海の日、海の日って昔7月20日だったんですよね。その日になんか結婚式がなんかをしたんですよね。そしたら海の日がなんかハッピーマンデーかなんかになってなんか変わっちゃったんですよね。そうすると途端になんか記念日が思い出せなくなるっていう、そういうことありましたね。ムツゴロウさん、あ、今の鈴木さんにも西田部差し上げます。ムツゴロウさんありがとうございます。紅茶の魔法 CD 化記念でカオリンさんのサインを CD にもらうのはあり、どさくさに紛れて婚姻届にサインをもらうのはなし。いいんじゃないですか。FM 相模の開局記念日という名目でリッチなカレーの店浅野さんを巻き込むと美味しくって楽しいので、僕は個人的に毎月でもあり。ありあり本線ね。まあでもその大盛りとか無料になんなくても美味しいので、ね、ぜひ毎月行きましょうよ。僕も毎月行こうと思います。できれば毎週行きたいぐらいです、ね、開局記念日年に1回ですからね。紅茶の魔法の CD もね、喜んでいただけたようでありがとうございます。どさくさに紛れて婚姻届をもらうのは、婚姻届にサインをもらうのもありだと思いますよ。何でしたっけ、テレビ東京の大江アナウンサーがご結婚されたされたそうでね、ずいぶんムツゴロウさんが傷ついてましたけれども本当に素敵な女性でしたもんね。あの人なんかある意味こう理想の女性像ですよね。しとやかで明るくて、ちょっとボケたところもあるけれども真面目でね、素敵な女性ですよね。あんなお嫁さんをもらえる人幸せですよね。トマトさんからいただきました。ムツゴロウさん、僕も一緒に傷ついてますからトマトさんありがとうございます。記念日なのでちょっとしたご褒美をあげるのはありね、記念日をどう過ごすかですよね。記念日で休みを取ったのにいきなり会社から呼び出されて仕事させられるのはなし、これはやだな。記念日なのに何もせず家でずっと寝てるのはもっとなし。そうだね、なしなし本線。結局だからどう過ごすかですよね。なんかね、本当にいつもいつもお休みにそうやってご家族とか恋人とかに何かねサービスしたりプレゼントあげたりとかしてたら、そんなに記念日、こだわることもないのかもしれないですけどね。西田も差し上げましょう。トマトさん、ナスビーさんからいただきましたありがとうございます。付き合い始めは何もかもが記念日みたいなものになっているのはとりあえずはあり、でもある程度長く付き合うと記念日が覚えきれなくなるのでやっぱりなし。そういうものよね。パートナーが生きてるうちは誕生日や結婚した日が記念日で楽しそうなのであり、それがいなくなると月命日や法事とかになってしまうのはなんか切ない。これどうしたらいいの。一応なしなしってしとくけど、そうだよね、切ないよね。そんな記念日があってその亡くなった人をなんか記念日のために思い出したりとかするのはちょっとね、辛いもんがありますよね。西田部差し上げました。千田高さんからいただきましたありがとうございます。結婚記念日にお祝いするのはあり、結婚記念日に離婚するのはなし。大切な節目を記念日にするのはあり、恋愛100日目とかわけのわからない記念日はなし。これ100日目とか計算するのもすごいよね。適当に理由をつけて毎日記念日にして連日お祝いの焼肉をするのはなし。これぜひいいじゃないですか。何かしらね、なんか理由をつけてそうやって一緒に盛り上がるっていうのは楽しいかもしれないですけどね。それもありっちゃありなのでしょう。下草はのえりもさん、お久しぶりですということで、毎週聞いてるんですがネタが思いつかずご無沙汰でした。ありがとうございます。思いつかないときは本当にいいですからね。ありがとうございます。なんか普通となんかも元気ですよ、聞いてますけど思いつかないですみたいな、それだけでもまあ番組で紹介するかは別としてお知らせいただければありがたいです。ありなし本線に送っていただいてありがとうございます。 FM 相模の開局記念日を祝うのはあり、いつかカオリンの開局記念日を切に願うのはなし。なしなし本線日本開局記念日って何なんでしょうね。
結構僕はね、足フェチなのかもしれないですけど、女性の足の方って見るんですよね。それでなんか綺麗にスーッと綺麗な足してんだけど、歩いてるとものすごいその足がなんていうの、こうガニ股じゃないけど横に開いて、足がね、あのつま先が要するに外に出てる感じで歩いてる女性とか、ちょっと残念な感じしますよね。でこの間、昨日か一昨日もね、ご飯を食べてて、それで向かい側の斜め向かいぐらいの席にね、女の可愛らしい女の子が座ったんだけど、座ったらそのもうね、座ってる足がちょうど見えちゃうんですよね。それでまあジーパンとかそういうのだからいいんで気にしなくていいんでしょうけど、ずっとね足こうガニ股に開いてるんですよ。あれ冷めますね、なんかね。女の人はなんかそういうことも気を使わなきゃいけないっていうのはしんどいんでしょうけれどもね。僕は割とすると足に目がいっちゃう方なんで、つい見ちゃいますね。雪中庵さんからいただきました、ありがとうございます。あ、下黒沢のエリモさん西田部差し上げます。久しぶりの投稿ありがとうございます。雪中庵さん、一人暮らしで記念日と無関係に過ごせるのは楽なのであり、節目がなくてあっという間に年を取って浦島状態なのはなし。なるほどね、なしなし本選。確かに一人暮らしだとそういう記念日あまり気にしなくなりますよね。確かに、まあ、あっという間に年って確かに年も過ぎていっちゃいますから。でもどうだろう、ずっとなんか香り大事にしてる記念日とかってある？例えばお父さんの誕生日、お母さんの誕生日とか、父の日、母の日、あ、それこそこの間の敬老の日とかさ、勤労感謝の日、誕生日とかクリスマス、お正月、春分の日、秋分の日、天皇誕生日、なんか自分の中でデビューした日っていうのは、特にほら何をするわけでもないけど、なんか一つの節目だと思ってるので、10月21日ぐらい、10月25日なんですけど、はい、なんてことのない日ではあるんですけど、まあね、なんかね、あ、また今年もその日を迎えられたなって思いますね。そうだよね、特にほらイベントとかがなくても、私まだ歌ってるななんて思ったりね、まだ応援してる人がいるななんて言うと、ありがたいなと思って、ね、毎年重ねるたんびに思います、ね。世界の本田さん、ありがとうございます。あとなんだっけ、カオリンがさっきなんだっけ、カオリンは、さっきなんかあったよ。私はカオリンさんは作る方ですか、記念日、記念日をですか、どうですかね。カオリン絶対そのあんまり気にしない方でしょ忘れるタイプだと、むしろ忘れるタイプだよね、なんか言われて、え、あ、そうだっけみたいなむしろ彼氏の方が、今日そうだ、付き合ってからもう3年目だねとか言うと、え、そんな言い方はしないよ、あ、そうだねって意外とその辺は割とちゃんとほら お互いの誕生日とかね、そういうのは大事にはすると思いますけど、なんとなく割とその辺はサバサバしてるように見えるんだけど、あんまりそんなに、あんまりそうでしょ、男 の他の付き合って1ヶ月き、ねね、よく女の人がそういうの言うじゃない。あ、でもなんか若い頃は若い頃はやっぱり付き合って1ヶ月目とか半年とか言ってたかもなんか言ってたんや、かわいい言ってたかも、今は別にそんな記念日も作ることなく、そうだね、ちょっとクソめんどくせえな、そんなことない、なるほどね、大事だよね、お祝いするのはね世界の本田さん、記念日の前日をイブと言って記念日を倍増するのはなしそうだよね、イブっておかしな話だよ ね、 イブね、クリスマスもなんかイブの方が盛り上がってるし ね、 ね、まあ、生誕祭の前の日なんか前夜祭みたいなのもあるからね、確かにね、前夜祭って確かにさ、俺も一番好きな前夜祭なんだよ。あ、そうですか、やっぱりそのなんかイベントが始まったりその当日になったりするともう、もうその瞬間に俺の中では終わりが見えてきちゃうというか、なんかちょっと寂しい気持ちになって明日イベントがあるぞっていう盛り上がってる気持ちの時が一番楽しいかな。誕生日が毎月ある銀座のホステスはなし
なんかつぎ込んだことがあるのかしらね。離婚した日を独立記念日というのはね、これ面白い。いいじゃないですか。これはあるでしょ。独立記念日。こういう言い方だったら前向きでいいね。前向きでね、ポジティブに受け取れるよね。フルザブ出しちゃおう。西ザブ出しましょう。西ザブフルザブと差し上げます、うん、ということで有なし本線日本海今週は、記念日の有なし、うん、ちなみに来週はですね、はい、まあ、学校によって違うかもしれないんですが、うん、多分この時期は修学旅行とかの ね、 そうだよね、シーズンかなということで修学旅行のありなしにしたいと思います、はい、修学旅行皆さん思い出いろいろあると思いますので、はい、ね、カオリンはどこ行ったの修学旅行。小学生は日光、小学校の時って林間学校とか行ってない。いや日光修学旅行だった、はい、俺日光の林間学校だった。あ、そうですか。確か小学校の時で中学校とかは京都なら、うん、高校は沖縄でした。おお、海外とか行きたかったね。海外とか行く学校あるもんね。なんか多いもん ね、 あるあるね。さあそんなわけで皆さんどんどんね、修学旅行のありなし、はい、来週はお待ちしております。はい、次こちらのコーナーに行っちゃおうかな。どのコーナー。ゼバショータボケましょうタイム。はい、ただいま歴史編、歴史世界史問題編でお送りしております、うん、今週はダビデ像を作ったのは、ダビデ像を作ったのは誰、答えはミケランジェロ、はい、ね、ダビデ像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 を作ったのは、ダビデ像を作ったのは、はい、いける、いける、うん、ちょっと待ってね、うん、今メール落としちゃった、落としちゃった。はい、行きましょう。はい、じゃあまずは塩かけさんからいただきました。ダビデ像を作ったのはミケネコ。ダビデ像を作ったのはダジズデとバビブベボ。うん、ミケネコは結構来るかなと思ったんですけど、ね、ミケランジェロだもんね。ミケランジェロでね。国産グレイシーさんからいただきました。ダビデ像を作ったのは映画ゴーストでデミムーアとパトリック・スウェイジがろくろでくるくるさせながら作った。ダビデ像を作ったのは三菱の人がパジェロの衝突実験用の人形として制作したやつ。ちょっとなんか人じゃないね。新しいね。でもねこれね、こういうパターンありだね。西田を差し上げましょう、鈴木さんからいただきました。ダビデ像を作ったのはミケネコホームズ。ダビデ像を作ったのはジャロってなんじゃろ。ミケランジェロのジャロ、ジャロ、ミケランジェロ、ミケランジェロ、ジャロ、ムツゴロウさんからいただきました。ダビデ像を作ったのは誰じゃろ。誰じゃろ。ダビデ像を作ったのはイケメンシェフ。ちょっと誰じゃろが面白かった。誰じゃろ面白いね。これいいですね。じゃあフルザブをね、フルザブも差し上げます。サムソンさんからいただきました。ダビデ像を作ったのは岡本太郎。ダビデ像を作ったのは、もう一年教師なんだな。モノマネ付きで俺のせいで今受けなかった。水田を差し上げます。トマトさんからいただきました。ダビデ像を作ったのはミッションインポッシブル。あれ、ダビデ像を作ったのはミハイル、マイケル、ミハイル、マイケルシューマッハ。ダビデ像を作ったのはミヤネ屋。ミヤネ屋ね、ミヤネ屋、ミヤネ屋、マイケル・シューマッハ、ミハイル・シューマッハ、どっちもスペル同じなんだけどね。ドイツの人だよね、あの人ね。ドイツだと ミカイルじゃなかったかしら。ナシビーさんからいただきました。ダビデ像を作ったのはミア・アンジェラ、かっこイタリアン、意味わかんない。ダビデ像を作ったのはコシアンの城。ダビデ像を作ったのは三菱パジェロ。そっか、さっきのパジェロもそこにかか、もうイケランジェロとパジェロにかかってたんだよね。千田高さんからいただきました。ダビデ像を作ったのはミケネコネロ。ダビデ像を作ったのは眉間に背中寄ってるあいつじゃろ。ミケとジェロが合ってればいいってもんじゃない。最初と最後のつじつまの合わせ方がでも面白いね。西田部差し上げましょう。続いては雪中庵さん、ちょっと待ってね、うん、ね、めくりにくくなっちゃった。あら、雪中庵さんからいただきました。ダビデ像を作ったのはミケ発情。ダビデ像を作ったのはモヘンジョダロ。ダビデ像を作ったのはスケランジェリー。
ランジェリー来るかなと思ったけど、透けランジェリーっていいね、透けてると嬉しいもんね。西田も差し上げます。横のくるかっちゃんからいただきました。ダビデ像を作ったのはジョン万次郎。ダビデ像を作ったのはひまわりくるみの正雄くん。誰？ダビデ像を作ったのはミケランジェリー。誰って書いてるけど。自分で突っ込んでるけど、白プロさんからいただきました。ダビデ像を作ったのはミケネコどこじゃろう。あ、音も鳴らなくなっちゃって。ミケ猫どこじゃろう。ミケ多いね。ミケ多いね、うん、小洗さんからいただきました。ダビデ像を作ったのはヘドバ。ダビデ像を作ったのはキリマンジャロ。あ、うまいね。ダビデ像を作ったのは稲川淳二。稲川淳二さん工業デザイナー。これ本当そうなんだ、うん、でもあんまりそうそういう知識を募集してるそっか。キリマンジャロも面白かったね、ザカさんからいただきました。ダビデ像を作ったのはミトコンドリア。あれおいおいよおいおいよ、違う違う、間違えた。ダビデ像を作ったのは南こうせつ。ダビデ像を作ったのは未完成人。いいですね、どれもなかなかいいクオリティだと思います。最後は青鬼さんからいただきました。ダビデ像を作ったのはキリマンジェロ。あ、言っちゃった。ダビデ像を作ったのは今さらジェロ。ダビデ像を作ったのは機械だジェロ。いや、機械だゼロワン、ゼロワンじゃなかったっけ。まあいいや。小野さんにも差し上げます。さあ、西田君もだいぶ出ましたね。はい、ということで、ここあ、来週のボケましょうは、来週のボケましょうタイムは、はい、モナリザ、モナリザを描いた人にしようかな。はい、モナリザ、レオナルド・ダ・ヴィンチ。モナリザの作者はレオナルド・ダ・ヴィンチ、ね、こちらを、背景レオナルド・ダ・ヴィンチ様っていう、うん、何何のがありましたよね。松岡理香さんのね、理香さん、理香様のありましたよね、うん、ミケランジェロ。え、違う、来週は、来週はモナリザの作者は誰、ね、モナリザの作者、モナリザの作者、モナリザを描いた作者は誰。大丈夫、兄さん、どうしたの。レオナルドダ・ヴィンチ、レロナルド。レオナルド・ダ・ヴィンチ、はい、こちらでお待ちしています。おダメだな今日。さあ、こんな状態ですけれども、はい、ニシペディア、お願いします。リスナーのね、サムソンさん限定でお送りしております町田相模原のさまざまな施設や場所をご紹介しております。我が町佐賀町再発見ニシペディア、今週ご紹介するのは、フィルムセンター相模原分館中央区にございます。中央区高根3丁目にあるフィルムセンター相模原分館は、東京国立近代美術館フィルムセンターの分館として3つの映画保存棟で現在7万2000本が保存されています。すごい、そんなあるんですね。多くの映画フィルムを劣化から守るべく保管し、フィルムの傷のチェックや補修作業をしています。そういう場所なんですね。通常一般公開はしていませんが、来月の10月から11月にかけ映画にまつわる公開講座やおはん、東京オリンピックなどといった名画鑑賞会が開催されますね。え、このフィルムセンターってのは割と最近知りましたけど、ね、一回見てみたいなって思うんですけど、ね、さあ、普通歌も、先ほどはずっとね、この間のイベントに関する普通歌ばかりを紹介しましたけれども、案外それ以外の普通歌なんかも来ておりまして、ですね、横六のかっちゃん、イベントの前日土曜日の9時ごろ、突然大粒の雨が降り始めました。雷も鳴って勢いがさらに強くなって窓から外が見えにくくなりました。別の窓から家の前の通りを見てびっくり、冠水していました。膝下ほどの深さでした。車がこの視界の悪い中勢いよく走っていきました。そしてはまりました。すぐ警察へ連絡して、後から来る車と通行人を迂回するように合図してました。なんていういろいろ大変なこともあったようですっていう、ね、のっちさん、
皆さんいろんな記念日があるのでしょうね。のっちは8月19日が香里さん記念日。なんだろう、8月19日の香里さん記念日。一番最初に私を見てくださった時かな。かな。縁は縁でエンドレスなんです。これよくのっちさん書いてますよね。そうだね。好きな言葉だね。解説はしませんが。塩掛さん。地震が北関東で起きました、ダイヤが乱れたりとかしました、自宅に帰ると本の山が崩れている程度で何もなかったですっていう。ちょっと大きくてびっくりしましたよ ね。大通りヘップバーンさんからいただきました。横須賀のポートマーケットにてやはり長男は肉売り場を物色中。自分でお小遣い貯めてなんか食べ物買って、はいはい、それで、ね、それでお母さんに調理してもらったりとかするっていう、うんうんうん、不思議な少年なんだけど黒毛和牛のステーキ 109g 545円を買って、うん、夕飯に一人だけステーキ食ってました。すごい、家族と一緒じゃないんだ ね。味付けはもちろん塩コショウ自分で納得のいくようにレアに焼いています。すごい、すごいね。そのうち牛一頭買い、牛一頭買いしそう面白いな。面白い、個性があっていい ね。ピカリンさんからもいただきました。ありがとうございます。めいっ子たちが遊びに来るときはいつもみんなで買い物に行くのですが、先日小学校2年生のめいっ子が買い物に行くと車の中で私の方を見るなり、ママのおばあちゃんはママが結婚したからおばあちゃんになれたとよと嬉しそうに、その後間髪入れずにピカちゃん振られたのと、すぐさん私はそうそう振られた振られたと返答はしたもののぐさっとくる一言、結婚してない私をめいっ子なりに気遣ってくれたのでしょう。あ、なるほど。子供たちは素直に思ったことを言うから ね。下草のえりもさんからいただきました、毎週聞いてるんですがネタが思いつかずご無沙汰でした。普通おたですが今度の週末遅い夏休みをいただき北海道に行ってきますっていう。いいですね。いいな北海道。以前寝台特急北斗星のロイヤルに乗る話をしましたが、その全然覚えてませんね覚えてるはずがないでしょ。久しぶりだもんね。今度は来週廃止される大阪から札幌行きのトワイライトエクスプレスに乗ってきます、ということです、はい、楽しんできてください、ね、楽しんできてくださいませ。お塚川さんからいただきました。日曜日の感謝祭お疲れ様でした。バイトの関係で5時ちょい前からユーストリームでの配信を視聴しておりました、新しくボックスの仲間入りをした鈴音さんのトークや、例え方に大いに笑わせてもらいました、その後の松山亮さんのミニライブも素敵でしたよ、そんなこんなで笑いとじんわりが入り混じった日曜日でした、ね、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、ユーストリームで結構視聴してくださった方も、そうですね、多いのでね、うん、ありがたいことですよね、はい、こうやってね、FM 相模のラジオのイベントなんでね、うん、本当に近隣の人の向けにやってるようなところもあるんですけど、ね、全国で、ね、全国でこうやって見ていただけ て本当にありがたい限りでございます、ということで皆様何かこういうふうに久しぶりに最近メール送ったねーなんていう方もね、うん、普通お便り通でも構いませんので送っていただけると大変ありがたいです、はい、ちょっとここで一曲お送りしようと思います。カオリンと一緒にカレーの浅野に行った時も、はい、やっぱりご主人歌ってくれました、ね、歌ってくれました桜並木の、ね、本当に歌うでしょ。歌っててびっくりした。他にお客さんいるのにいたでそうね、ちゃんといつも歌ってくれるんです。ありがたいですよね。そんなカレーの浅野のご主人協力いただいてね、はい、ありがとうございました。たくさんのリスナーさんも訪れてくれて本当にありがとうございました、なんかイベントが盛り上がるね、うん、大きなきっかけになって本当に良かったですよね。ということで浅野のご主人に捧げたいと思います、うん、ミュージックボックスパーソナリティで相模の風に乗って。
しているのは FM 相模の開局10周年の時に作った曲なので、はい、8年前になるんですか。8年前になっちゃうんですね。早いですね、うん。この当時のだから8年前のミュージックボックスのパーソナリティ、はい、4人で歌ってますね。そうです。歌ってるのはミュージックボックスのパーソナリティ、当時のパーソナリティ磯優子、古谷香織、斉藤真理、田宮俊彦、この4人で歌っております。はい、また20周年の時はこれを使うのかしらね。なんか今でも15日には結構この曲のイントロを使って、はい、うん、18歳になりましたみたいなね、開局記念日ですみたいなのが結構流れててね、はい、ありがたいもんですよね。そうですね。お送りした曲は FM 相模10周年記念の時に作った楽曲ですね、ミュージックボックスパーソナリティーズで相模の風に乗ってでした。カレーの浅野のご主人ありがとうございます。そういうことになっている FM 相模 83.9MHz ミッドナイトプレミア、火曜の深夜にお送りしているのは私西健二と古谷香織が2時まで生放送でお送りする投稿バラエティ西ラジです。です。ユーストリームで今63名の方が見てくださってますかね。ありがとうございます。終わりましたが63分の1ですってそっか書いてくれておりますけど、そういうことになっている人生の法則、なんだかいつもこういう目に遭うなというのをご紹介していきたいと思います。はい、久しぶりにメールをくださった、うん、下久沢のえりもさんが、はい、そういうことになっているの、画面をポチッとしていただいてからありがとうございます。ラジオなのに。そうでしょこれいつもこのユーストリームの画面切り替え忘れる、ね、横にあるから見えないのね。そうなんです、そうなんです。あ、そうだ、カオリンから見える。そうなんです。あ、なるほどね、うん、それに今気がつきました。うっそー、もう何年やってるのこれ下久沢のえりもさんありがとうございます。そういうことになっているを送っていただきました。マッサージ店の受付の可愛い女の子に連られて入ると、俺を揉むのは大抵男である。そういうことね、受付とやってくれる人と違うんだね。あるある、こういうのあるよ。なんかあのこういう女の子あのがかわいいからっていうんで入ると、うんうん、よっしゃーっつって入ってきちゃう、ね、まあそううまくいかないってことですね。なかなかね、あれはわざとなんだろうね、それハマってるんだろうねこっちはね。あれ悔しいわ。西澤差し上げます。イゴールヒロちゃんちんさんからいただきました。投稿リスナーたるもの、多少の無茶ぶりいじりは番組愛で受け入れるべきである。そういうことになっている。
ちょっと重いなその、ね、こういう心の広いリスナーの方がいらっしゃるからこういうイベントやこう番組が成り立つんですよね。そういう思いで無茶ぶりにも乗ってくださったんですね。ありがたいです。ムツゴロウさんからいただきました。 FM 相模を聞いてますというと浅野のご主人が笑顔になる。本当そういうことになるだと嬉しいね。これ FM 相模聞いてますって言って嫌な顔されたらちょっとやばいわよね。うん、そうですよね。って、うん、そんなことないよね。ムツゴロウさんが2回目に行った時とか嫌な顔されなかったの。本当に来たの？本当にいいの？って。じゃあ勝つサービスするけどさみたいな。大丈夫ですよ、優しいからそんな顔はしなかったと思います。優しい方よね、うん、あの猫ひろしに似てらっしゃるわよね。あそう、なんとなくこの間ふと思ったんだけど、うん、今度猫ひろしさんがレポートに来てくれたら面白いよね。なんか来そうじゃない？だって来てもおかしくはないじゃない？おかしくないよ ね。だって結構テレビにも取り上げられてまたね紹介されるみたいなお話もちょっとしてましたもんね。この間なんかお話してあれ毎回誰かに似てるなと思ったんだけど、うん、猫ひろしやんってちょっと、うん、誰かが言っててそれをもう確認の意味でも言ってみてください皆さん。トマトさんからいただきました、はい、あ西田もあげるね。こんなムツゴロウさんにも優しいお心遣いありがとうございます。トマトさん、湿布や絆創膏は剥がすと痛いので躊躇してしまう。あるね、これね。そういうことになっているね。ビリビリってなった時に痛いのって嫌なもんね。剥がす時が痛い、剥がす時ね。西田も差し上げましょう。鈴木さんからいただきました。イベントでも私生活でも何か良いことがあった後には大なり小なり悪いことがある。あ、そういうもんか。なんかそうでも警戒しちゃうよね。あの、うん、いいことが続いてるってなんかそうだね、まあ、なんかそのこの反動でみたいな、ね、あるんじゃないかなって思ったりとかするけど、あんまそんなこと考えない方が。そうですね、考えてると悪いことって来たりするよね。うん、考えない方がいいよ。Facebook で古谷さんに名前の漢字を間違えられて、うん、下の名前をね、自分もまだまだだなと思いました。ごめんなさい。ね、でもこれあれもちょっとした変換でね、うん、俺なんか未だにほとんどないよ西健二って。西さんの健二、健康の健に志すだけど、字がやっぱり間違えられる人多い。健二の字がもう最初から数字の2とか、ね、健康の健じゃない場合もある。あ、そっちもっていうのはそれ大体2で2になるし、そっか、よくても司になってたりとかするし。でも俺一度も文句言ったことない。私も結構ね、まず古谷の、うん、あ、他人になってたりとか多いね。そうそうそうが多いし、ね、あの土屋さんとか、土屋さん多いね、うん、香りがなぜかゆかりさんになることとかも結構ある。古谷ゆかりとかね、いろいろあるよね。はいって言ってる、ね。まあ、気にしないのが一番だよね。そうだね、うん、横六のかっちゃんからいただきました。家を出かけるとき玄関のドアの鍵をかけたかなと思ったときに、うん、面倒でも戻ってみるとかけてあって大丈夫だろうとそのまま行くとかけ忘れている。これもわかるな。そういうことになっている。そうなんだよね、戻ってみるとあのちゃんと閉まってる、ね、大丈夫なんだよね。そういうときはね、戻んないで確認しないで、まあでもそういったそう言うても閉めてるやろって思っていくと帰ってみると開いてる、うんうん、そうなんね。なるわ。オードリーヘップバーンさん、漢字変換で候補がたくさん並んでいると今必要でない漢字は目に入ってくるのに、変換したい肝心な漢字は、うん、かっこダジャレはなかなか見つからない。そういうことになっている。ダジャレ入れてきた。このかっこダジャレいらないむしろ否定したいぐらい。思いついちゃったんじゃない。文が終わった後にダジャレではありませんとか書く人はいるけど、かっこダジャレ、この投稿のここにダジャレって入れ込んでくるかオードリーヘップバーさん、もう一個。高速道路や環状線でパトカーや白バイと並走するとなんだかドキドキする。これも分かんない、ね、そういうことになっている。悪いことしてないのにね。そうね、そういうのあるよね、うん、なんかあのそういうの見かけただけでちょっとなんか、うんうん、あの隠れたりなんかして、ね、隠れる必要ないのに。必要ないけどね。
人生の法則、いつもなんとかこういう目に遭うなというのがあったら、そんななんか役落としみたいなのも含めてこういうコーナーの、そういうことになっている送っていただければと思います。はい、さあ続いてこちら行きましょう。やったーかん。鼻をすするときには花粉を下げよう。気づかなかったってのコーナーです。違います。違うよ。あ、もう素人じゃないんだからさ。でその音がね鳴る程度とは呼吸をしたつもりだった今。あ、そうなんだ。うん、呼吸をしたつもりがちょっとスッて引っかかっちゃった。あるある、そういうことある。小さなやったをね、皆さんで盛大に盛り上げようという、はい、大げさなぐらいに盛り上げようというコーナーやったかでございます。おにぎりさんからいただきました。感謝祭で残ったカオリのポストカードが欲しくて、うん、手を挙げてじゃんけんをしたら一発でゲットした。やったー。よかったですね。やったね。これはこ結構幸運な人いますよね。そうだね。じゃんけんで勝ちたくないのに勝っちゃう人もいるし。そうだね。なんか特にあの今回ビンゴをやった時にさ、うん、みんなにカード3枚配ってどれか当たるだろうみたいなね感じでやったんだけど、ちょっとカードがいっぱいありすぎたんでね、消費しようっていうことで3枚ずつ持ってもらったんだよね。この間の金曜ハミングの後だったっけ、買ったのね。そうですね。でそれでビンゴやるならカード買いに行かなきゃって、カード買わなきゃねっつって、それでカードを1セットドンキホーテで買って、うん、でそうだ、あの機械ビンゴマシンの機械を前はよく使ってたんですよ ね、チェックしてみなきゃねっつって、それで開けて その機械が入ってる箱を開けたら、うん、全くさっき買ったのと全く同じビンゴカードが2セット入ってた、うんうん、3セットになって3セットになっちゃって、みたいな、ね、どんだけ忘れてんの。おにぎりさんは他にもね、すずねちゃんの音楽を初めて聞いて、うん、いいミュージシャンと出会えてやったっていうのと、はい、カレーの朝ので大盛りを頼んだら大盛り300円が無料になった、うん、やったとか、ね、今回のサービスです ね今回のサービスありがとうございます。おにぎりさんに差し上げますね。そしてザカさん、西ラジ金ハミ感謝祭でいろいろな方と会うことができた。やったー。なかなかリスナーの皆さんがああやって一堂に会することって、結構桜祭りとかね、はい、七夕祭りとかもそうですけど、公開放送か、ね、公開放送11月ぐらいでしたっけ、うん、またあるんですけどね、また純粋年もありますしね、うん、そういうところでもお会いできるんですけれども、うん、割とこういうリスナーさん向けのイベントをやると、うん、なおさらねゆっくりねお話ししたりする時間がないしね、まあ公開放送、まあ、あの人誰だろうとかほら ね、 とかもね、誰だか分かんないと声もかけにくかったりするし ね、こういう機会、一つの箱の中でみんなとなんか、うん、遊べるっていうのは、いいよね。なんか手つないじゃったからね、だるまさんが転んだとかでは、ねね、俺だるまさんが転んだだいぶみんな捕まえたやろ。そう ねカオリの時にはみんな捕まえられに来てたからですね、なんかね。大通りヘップバーンさんからいただきました、ありがとうございます。昨日横須賀のポートマーケットに行ったら新鮮な刺身用のサンマが5匹で、500円だったので迷わず買って刺身と塩焼きで食べた。秋はやっぱり栗、ぶどう、サンマだね。俺も昨日一昨日だっけな、サンマ食べたよ。あ、そうですか、うん、私は栗をいただいて食べました。美味しいよ ね、 ね、秋の味覚ってのは本当に美味しいですよね。大通りヘップバーンさんからいただきました。あ、これ今のミスターバーゲオかな。あれ今の大通りヘップバーンさんだよね。そう、2通いただいてた。2通いただいてるんじゃない。もう1通ご紹介します。1ヶ月以上ぶりに家の DVD プレイヤーを起動させたら、先月借りてきたスタートレックの DVD が入っていた。空のケースだけ返却してしまった模様で、でもその間に何の連絡もなかったんですよ、うん、で最低でも DVD 本体価格を覚悟して連絡したら延滞金はなしだった、うん、助かった。よかったですね。よかったですね、うん、気づかなかったんだろうね、向こうもね。向こうもそうなのかな。そのまんまだから確認はするはずなんだけどね、返却の時に、ね、そういうことあるんだね、うん、向こうのミスもあるからっていうんできっとなかったんでしょうね、うんうんうん。
続いては青鬼さんからいただきました。巷で評判の町田の仲見世商店街にあるカレーの浅野のカツカレーが食べられた。やったー、しかもうまかった、さらにやったよかったですね。前に来てくださった時は閉まってたんだよね、営業時間外だった。夕方の時間が、5時オープンなんだよね、もう1回ね、はい、それで4時ぐらい でイベントがもう5時から始まるんだったんで、食べられなかったんだよ ねわざわざ京都から来てくれて、今回は良かったでしょ、食べられて良かったリベンジで、ね、浅野のご主人も喜んでくれて良かったです、本当に。三影さんからいただきました、ありがとうございます。スマホの機種変更をしようとしたら担当が可愛いお姉さんだったやったー、可愛いからあれやこれやホイホイつけてしまった。キャバクラ行ったら破産するなと思ったあのさ、前にね俺、あるスマホ、いろんなところがなんて言うんでしょう、あのソフトバンクのお店とかじゃなくて、携帯屋さん、ありますね、でいろんなメーカーのを扱ってるやつ、そうでそこに行ってね、あの機種変したことがあったんだけど、そこにねあのおじさんが来て、それで何々ちゃん今日いないのみたいな話してて、それであいますよっつって、それで裏から出てきて、でその子とずっと喋ってんだよ。それで最初なんか最近なんかあのこの携帯とかどうなのよみたいな話もしてんだけど、いやお休みの日どこの子行くのみたいな、あ映画とか行ったりする、すごい普通の話してますね。最近なんか見たのみたいな、おじさんよ結構な、俺と同じかもうちょっと上ぐらいかなっていう、40代後半ぐらいの そのおじさんが散々、俺もだからあのいろいろサインしたりなんかほら、あと手続きあって、向こうからの番号が来て承認があったらこう渡せますみたいな、ちょっとお時間かかる、もしあれだったらあの一回時間潰してきてからかってもいいですよみたいな感じだったんだけど、それでちょっと出て戻ったらまた喋ってて、それで結局機種をもらった頃にそのおじさん帰られたんだけど、もうその子がね、まだ俺とかお客さん何人かいるのに、もう本当勘弁してほしいみたいな迷惑してたんだっていう話してて、で、ちょっと俺そこでお店に知ってる人がいたもんだからさ、あのおじさんって毎回買わずに、買わないで毎日来るんですよ、それはちょっと迷惑、その女の子目当てで喋りたいだけなのかな、その女の子と喋りたいだけで毎日来るんだけど、その携帯をそろそろ買い替えようかなとも思ってるんだみたいなのも匂わすから、じゃあなんか追い返したりできないのね。ね、そんな人も ちゃんと金払ってキャバクラ行けようと思うよね。そうだね、そういう場合はねそういう目的ならさ、そうだ ねそう思うよね。まあでもあの安く済むとは思うけれども、その方がね、お金がない時は俺もそうしようと思う。えイゴールヒロチャンチンさんからいただきました。リスナー感謝祭に行ったら西さんのおかげであのカオリンに人生初ジュエットを捧げることができましたやったごめんねひろちゃんじいさん、あの手をじゃんけん大会に参加する意思はなかったのに ね、 なかったもんね。でもありがとうございました、あのいい記念になったと思いますよ、銀座の声の、きっと私よりも年下だから歌もそんなに知らなかったんじゃないかなと思って、ね、そうかもね、そうよね、申し訳なかった、ね、盛り上げてくれてありがとうございました、ありがとうございました、差し上げましょう。ムツゴロウさんからいただきました。だるまさんが転んだの時、鬼をやったカオリンが両手で僕にタッチしてくれた、やったそう、最後の最後にタッチしたの、そういうゲームやからねそういうゲームだね鈴木さんからいただきました、ありがとうございます。時間が合わずに諦めかけてた感謝祭イベントにギリギリで参加できた、やったね。でも本当に時間が短いとなんかね、大体諦めちゃうことも多いと思うんですけどね、途中から来てくださって参加してくれて本当にありがとうございます。トモトさんからいただきました。ウエストボックスに無事に来られて無事に家に帰ることができた、やったそれが一番ですよ ねで、トマトさんも行けるかどうか直前まで分かんないって言ってたから ね分かんないんですよ、来られてよかったよね、よかったですよね。横六のかっちゃんからいただきました、ありがとうございます。
これビンゴ大会って書いてあるけど多分宇野大会ですよね。宇野大会の予選会でカオリンと同じチームになった、そしてカオリンに負けた、やったー、負けてやったーってどういうこと、まあ、カオリンと宇野ができれば本望だっていう、そうですか、ことじゃないですか。宇野も良かったよ ね、案外割とあっさり決まったわよね。私予選では勝ちましたからね、よかったですよね、はい、決勝まで進み、決勝まで行きました、自力で自力で手加減なしでね、なし、わかんないけど、ムツゴロウさんからいただきました。最後ね、はい、浅野さんが本当に高座豚のカツをサービスしてくれた、やったね、最終日の最終日のあれだね、もう残り数時間というところで、うん、もう来ないだろうっていうことでカツサービスしちゃう、その場で決めてくれたんだよね。そうでしたね、俺とコーリンが食べてる間にね、うん、そしたらまずもう来ないだろうと思いきや、本当にありがとうございます。本当にありがとうございました。こういうノリを裏切らない本当にリスナーの鏡よね。そうですね。大抵は鼻で笑って無視されそうなもんだですけれども、ありがとうございます。ムツゴロウさん、改めてもう一度西野部差し上げます、続いてこちらもやりましょう。イラッとハウス。はい、今度は逆にちっちゃなイラを送っていただくコーナーでございます。どんどんご紹介していきましょう。横六のかっちゃんからいただきました、ありがとうございます。リスナー感謝祭のビンゴ大会で 3枚のカードが あって6つリーチになっているのにビンゴになれなかった、それなのにいきなりビンゴになった人やトリプルビンゴの人もいた、イライラッというか残念って書いてありますね。ね、当たる人って当たるんですね。僕もなかなか当たる方じゃないんですけど、ああいうの。大通りヘップバーンさんからいただきました、ありがとうございます。久しぶりに映画マッドマックスが見たくなったのでレンタル DVD 屋さんに行ってみたら吹き替えなしだった、イラ。あ、なるほどね、吹き替え派と字幕派いますよね。洋画は、映像に集中したいので吹き替え派なんですという。僕は割と字幕派なんですよね。なんとなく声のトーンとかニュアンスとかね、そういうのがなんか元のやつ の吹き替えを見てその字幕のやつ見たら、あ、やっぱ字幕の方がなんか伝わるなみたいなところがちょっとあってね、まあ、それも作品にもよるでしょうし違いもあるとは思いますが、あと映画をね何本かその全部字幕で見た後って結構ね英語慣れするんですよね。本当にそうなんですよ。外人さんと喋れるような気になるんですよ。で実際喋れるんですよ、そう思うと。不思議なもんでね。前はだからね、僕海外のドラマが大好きでずっと見てた時があって、その時はだからもうスラングなんかも頭に普通に入ってくるので、結構その仕事場にいた外人の友達と日常会話では困んないぐらいでしたね。だからそう、英語海外に行く前とかそういうの見とくといいかもしれないですよ。映画見たりドラマ見たりね。鈴木さん、ありがとうございます。勤務先のシフトが末日になっても出てこなかった、イラ。結局シフトが判明したのは夜10時頃、しかも一瞬間程度しか分からなかった。何とかしてほしいものですね。先の予定が立てられないもんね。まあでもいろいろ事情もあるんだと思いますよ。仕事場によってはねどうにもならないこともありますよね。なんか結構だからそういうので仕事をね選ばなきゃいけない立場の人なんかも多いですよね。トマトさんからいただきました。今週の木曜に定期検診で MRI 撮影、早起きして病院へ行くことに。病院代高くなるわ、待ち時間長くなるわで、いら。病院はどうして未だにあんなに待たされるんでしょうね。不思議ですよね、こんなにいろいろ便利になってスムーズになっている世の中で。西田部差し上げましょう。セチュアンさん、
本当に残念なやつこれ。僕の一番の好物のカツカレーが特に美味しいカレーの浅野で、金ハミ西ラジ感謝祭のサービスやっているというのに胆嚢の病気で肉も揚げ物もダメなんて、いら。これは残念ですよね、本当に申し訳ない。また今度あの浅野のご主人に頼んで、やってもらいましょう、ね、また協力してくれるって言ってますから。さあ残りわずかですけれども、替え歌がねまだあの残っておりますので、ざっとどんどん紹介していきたいと思います。今週の替え歌はクイックルワイパー、来週の替え歌は、おっとととのおっとっとにしようと思います。おっとっとの CM です。今週はクイックルワイパー、健郎さんありがとうございます。液体ワイパー、取れると見づらい。そうだよね、液体ワイパー昔最近あったけど今どうなんだろうね、今もあんのかしら。西座部あげましょう。大塚くんからいただきました。クリックで注文、プリプリエビ、布団が恋しい。まあどれも気持ちは分かりますけれどもね。西座部差し上げましょう。おにぎりさんからいただきました。オリックスバッファローズ、今夜はナイター、ナイター中継ですかね。隣のバッパー、西田バーあげましょう。ザカさんからいただきました、ありがとうございます。栗ご飯おいしい、カレーの朝の皆さんいいですね、気遣ってくれてありがとうございます。浅野のご主人聞いてくれてるという、先週はなんか終わりまで聞いてくれたそうでね。そうですね、ありがたいです。小洗井さんからいただきました。スラックス履いた、うまいね。トリンドルレイナー、いい声よね、トリンドルレイナー。トラックのバンパー、強そうなやつね。砂混じりの手羽先さん、腐ってるマイハート。小洗井さんと砂混じりの手羽先さんに差し上げます。あと2つ、世界の本田さん、狂っとるタイマー、これ結構出てたんです。祈ってる平和、腐ってもタイだ、腐ってもタイ、うまいね西田部。うちつさんありがとうございます。食いすぎで吐いた、狂ってるダイバー。皆さんあたくさんの投稿ありがとうございました。ありがとうございました。また MVP は後ほどあの あのブログなどを通して、はい、ご紹介したいと思います。お相手は西健二と古谷香織でした。西田さんまた来週。おやすみなさい。おやすみなさい。一緒。ああ今週はもうなるべく先に決めたんだけどな。大通りヘップバーンさんの。そういうことになっているは来週。一通だけ残しちゃったね。皆さんありがとうございました。たくさんの投稿ありがとうございました。香里の声だけ大きいな。大きいなんで香里さっきより大きくなったんだろう急に。え、マイクチェックワンツーチェックワンツー、私が元気が出た。声出して声出して。ははチェックワンツー、皆さん、はいはい、今日もありがとうございました。はい、OK です。お疲れ様でした。たくさんのメールありがとうございます。来週の替え歌は夫と党の夫とです。です。やってなかったんだね。だったかだったった。うん、来週の替え歌は夫と党の夫と、うん。難しそうだねこれね。ね、タッタカタッターだもんね。でももともとタッタラタタスタッタっていうのがあるじゃない、うん、それにおっとととのおっとっとって言ってるだけだから。うん、そっか、うん、皆さんぜひ来週もお待ちしています。どうしようかな、1、2、3、4、MVP を発表します。お、アマミーズムさんの、うん、
取ってるワインバー、ワインバー、気を気取ってるワインバーね、うん、イゴールヒロちゃんちんさん、ナンクルナイサー、塩かけさん、踊ってるラッパー、踊っているラッパーって書いてるんだけどね、踊っているラッパー、踊ってるワッパー、ワイラッパーってしと勝手に書き換えて、書き換えて踊っているラッパーだと MVP にはならないんだけど、お勝手に勝手に気を抜いて鶴見の海坊主さんの潜ってるダイバー、ダイバー潜るからね、ナスビーさんの、ビビってるワイパー、これ本当に俺の車あの交換ワイパーのゴム交換したばっかりでもなんかグー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 ってなったりとかするんで、うーん、すごい気持ちが分かるので狂ってるはい、以上のビビってるワイパーか、以上の狂ってるワイパーじゃないビビってるワイパー、狂ってるっていうのが結構多くってさ、うん、ね、クイックルーだもんね、うん、そこはちょっと避けました、だからナスビーさん、鶴見の海坊主さん、塩かけさん、イゴールヒロちゃんちんさん、天水夢さん、5名の皆様ですね、はい、に西ザブ2枚追加で、はい、よしちょっと休憩してからやりますか、どうしようか、オットとトーのアクリルたわし、たけちゃんは絶対このタイムラインにしか書かないで投稿しないんだよ、ね、そうなんだよね、だから俺も絶対読まないようにしよう何お互いお互いに向きになってみようかって、ちゃんとラジオに投稿しないといつまでたってもご主人には覚えていただけない、そりゃそうですよ、キリバン坂さん、坂さんがキリバンどこ確認を、西ザブ530枚だって、すごい、もうそこまで来ましたか、来たね、液体ワイパー懐かしいね、ガーラーコーとかね、全然ある程度ねスピード出てればねバーッと弾くんだけど、ゆっくり走ってると特に雨を弾いて大粒になってるだけでよく意味が分からなかったな、今も使ってる人多いのかな、もう一回来週の整理しようか、来週の替え歌がそのおっとっとどうのおっとっと、それで、あ、ちょっと待ってね、ほいで、うん、なんだっけ、おっとっとどうのおっとっとの次が、待ってね、うん、見ましとこ、ありなしが来週は、修学旅行のありなしです、ありなしです、あれ、また香織の声が大きくなったな、いや今ちょっと近くなった、あ、近かったのね、書いて、修学旅行のありなし、それからモナリザの、モナリザの作者はレオナルド・ダ・ヴィンチ、ここのレオナルド・ダ・ヴィンチをボケていただきたいと、この3つ。そろそろでも新コーナー始めたいわね。なんだっけ、忘れちゃったもう。週刊西田実話。ああ言ってたね。それをやろうって言ってたんだね。実はこうだった。あの話実はこう。なんか物事の裏本当はこうだったみたいなやつを、うん、勝手にみんなで想像して、これ話のきっかけはとある人が、あの実話が全く載っていない週刊実話っていう名言、あー、そうね、言ってたね、名言があってねそれからそういえばあのトースポもよくそういうのでネタにされるけど、うん、そういえばそういう週刊実話って面白いなと思って、でありなしは、修学旅行のありなし、
あ、ちょうど青鬼さんがいなかった時だったかもしれないね、行ったの。替え歌おっとっとですよ、森永。あ、青鬼さんに教えてくれたのね、ありがとうございます。スンってスンが流行りつつある。いかんいかん。そう、スーパーレイン X で吹けば鳴り止むかもですん。ビビってるのは車業界ではジャダーと言います。あなたが青鬼さんって聞かれた時に、そうです、私が青鬼さんですって答えてたらよかったかしら。多分でも皆さん名前を言ったら大体知ってそうだよね。そうだね、うん、投稿してる人はね、うん、俺も京都なら、俺どこだっけな、中学の時かな、林間学校で、中学高校専門学校すべて京都奈良だったんですか、ヘップバーンさんは。そうね、多分俺も奈良京都と日光、あれ高校の時は奈良京都だよな。中学は誰に聞いてんの俺。中学が日光だったかな。実は大江アナの結婚相手は僕ですってならないかな。どうしたの急に。こういうのだよね、だからね、週刊西田実は、うん、大江アナ結婚実はみたいな、相手は僕です。さあ、じゃあこの5つの MVP の皆さんに、もう皆さん伝わったかしらね。おめでとうございます。おめでとうございます、ね、本当に感謝祭、たくさんの皆さんお越しいただいてありがとうございました。ありがとうございました、ね、今日はそうだ、サーキットのおかみさんの投稿がなかったよね。そうですね、あなた連休明けとかはあんまり来ないね。家族を大事にしてるのかしら。うーん、ね、なんか曜日感覚がずれるとか言ってたわね。そう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 。今日絶対忘れてたよね。多分。青鬼さんありがとうございます。新しいお題たちを。おっとととのおっとっと、もう音を作ってないんだよね俺。ああ、じゃあ頑張って来週までに作ってこなきゃですね。そうなの、だからもう先週までの分は。うん、3週分ぐらい作っといたのよ。レコーディングとかがあるからね。レコーディングで絶対なくなっちゃうからっていうんで、うん、言える時間がないだろうと思って。だけど今度あれよね、マッピの曲ちゃんと仕上げないとね。一回ドラムのデータが読み込めなくなっちゃって止まってたから。あ、そうだね、もう生楽器も入れて出来上がったのにさ、ね、感謝祭最高でした。イラットハウスに投稿すればよかった。あ、おかみさんは仕事が忙しいって、休み中も仕事してたみたい。そうなんだ。ハサルのご主人にムツゴロウさん知らないなって言われました。はっきり言うね。で、2日目に行ったら、うん、イゴルヒロチャンチンさんだっけと聞かれました。ムツゴロウさん割と最近だもんね、確かにね、投稿西ラジ投稿は ね、 稿はね、そうだね、確かに確かに。イゴールヒロチャンチンさんと青鬼さんはすごい早く覚えたんだね。うん、年越しライブは無理ですかね。年越しはまだ分かんないな。今年は何曜日なんだろうね。水曜日から木曜日にかけてか、うん、月か水曜から木曜だね。まあ何かやるんじゃないですか。でも何かしらね、うん、まあ、ラジオの方はね、あの編成の人が決めることだから、うん、どうなるかはまだ全然分かんないですけど、うちのボックスでは何かしらやるでしょう。カウントダウンイベント的な、ね、毎年の恒例なんでね、毎年やってますからね、うん、年越しはまたライブをやると思います。で、そのラジオが絡むっていう関係上、どうしてももし絡んだらっていうことも考えると、やっぱり長時間
そうなんですよね。になるでしょうね。これ終わりの時間って何時にしたらいいのあれ？あのイベントって。いやでも今回ぐらいでいいんじゃない？え？夜10時までで？カウントダウンの前に？いや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 、そっかそっか、カウントダウンね。なんでカウントダウンイベントを夜8時9時とかで一回割ってカウントダウンしてなかった、してないじゃんっていう。朝やっぱり、ま、電車小田急線とかは動いてるから終日、まあね、そうだね。でもまあ明るくなるぐらいとか7時ぐらい、6時、7時、いつも6時7時ぐらいまでやってる。それぐらいまでやってんだよね。6時ぐらいなのかな、ね、あ、それ面白いって、じゃあやろう、それカウントダウン前に。そう、カウントダウンイベントって言って人集めて10時に終わるっていう。前でも終了っつって、クラブイベントがこう12時をまたぐっていう時があって、うん、あったあった、ライブをやったんですけど、うん、ライブ9時ぐらいに終わりましたよね。ライブ、ライブ、普通のバンドとかアコースティックのライブは9時ぐらいに終わって、うん、でそこから転換してクラブイベントして、だ昔はだってラジオとかの絡みがなかった時は、うん、だって俺毎年カウントダウンは四ツ谷に行ってたじゃん。そうでしたね、四ツ谷に行ってた。四ツ谷のうちの師匠がやってるお店に、うん、初詣的な、うん、まあ、北詣みたいな感じで、まあ、行って、それで師匠にご挨拶して、うん、それでそこであれだよね、あの藤井庄司さんっていうほらドラマーの人が牧田さんと仲良しでさ、その時その四ツ谷のイベントでずっといろんな割とアイドル系の歌手の女の子がどんどん歌うイベントで、一晩中歌うようなイベント で、うん、でそのバックでその牧田さんもベースを弾いたり、それからその藤井さんがドラムを叩いたりしてたのね、うん、その藤井庄司さんっていう人がスモーキーメディスンっていう、はい、チャーがあの デビュー前に組んでたバンドのドラマーで、うん、その後あの一風堂っていうね、うん、スミレ、はいはい知ってます、ラシドなんでなんでなんでそれに言い直すの、ラシドスミレでいいじゃん、ソラドかソラドのは、いや、その一風堂のドラマーでもある、うん、そんな藤井庄司さんって素晴らしいドラマーだったんですけど、その方とだからお会いしてお話、ずいぶん長いこといいお話聞かせていただいてね、うん、それでだけどその年の前半だかになんか亡くなられたんだよね。そうでした ね、あれもショックだったわ、なんかそんなね、頃もありました、頃もあったんですよ、あの頃はまだ自由だった今が自由じゃないみたい、不自由じゃないですか、もういろいろ時間も拘束され、この間みたいなのだとね、そんなプレッシャーもなくできるんですけど、うん、ラジオだと急になんかその CM が入るとか、うんうん、生であの隙間があってはいけないとか、うん、急に緊張感が増すんだよ ね、なので、できるだけ短いと助かるんで、今助かるんだけどまあでも今年もだから年末のカウントダウンはやると思いますよ、うん、年越さずイベントっていうのもありかもしれないけど年越しイベント、そうだね、もうほんとあと3ヶ月ちょっとだって思うと早いですよ、早いね、すごい名前の人来たな、イゴールヒロチャンチンさんって人って言って、あ、イゴールボブチャンチンが好きらしいですよねって言うと、知らないなその元は知らないよね、そっかまあ電車が動いてるから別に気にしなくてもいいけど、気になるのは俺の体力とかそういうとこなんだよね、結構やっぱり
疲れたね、なんかね、8時間とはいえ。そうですね、なんだかんだ昨日とか今日とかもゴロンゴロンしてましたね。動けなかったわよね。ベスト10のロンドン生中継、ハイプードやってたね。おみくじね、おみくじまた作ろうね今回は鈴音ちゃんとかにもおみくじ書いてもらって、初詣キャスはいいよ町田に住んでる旦那の元同僚がボックスのイベントに行きたいと言っていますという方、旦那一緒にボックス来いや、はあ、本当に帰りはしんどかったわチューリップのギター安倍さんが亡くなってショックを引きずっております。あーねえ、あの人でも海外にいたんだね、その安倍さんってね。俺びっくりしたんだけど、日本にいるもんだと思ってたら、どこ、インド、インドかどっかにいて、そこで亡くなってたっていうからびっくりしちゃった。そうだよね、それで鈴音ちゃんのハピバワンマンライブですね。鈴音ちゃんってでも1月の頭の方なんだよね、お誕生日ね。そうなんですか。そう、もう25日ってなったら俺の誕生日の方が近いんだけど、1月29日だから俺。そうだね、うん、西さんハピバ、そうだからいつもその29近辺のところの日曜日とかそういうので、いつもリーさんが西さんのバースデーイベントって言ってやってくれる、うん、今年は、あ、来年はじゃ当日ですね、木曜日だし29日。そっか、そうね、うん、1月10日なのか。そっか、15日過ぎてるやんまあ誕生日月間ってことでね、俺の誕生日の4日前なのになんで不服なんですか。いや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 、不服なわけじゃないけど今年のおみくじは大当たりでしたって松山龍さん、すごいね。俺そんな当たってもいないかな。西さんのハピバは多分あれですよ、その29日にリーさんとかにやってもらえるようになりますよ、うん、10年くらい前にいとこと新横浜のツバメグリルに行って席に着いたら隣が安倍さんだった。すごい、そんな偶然が。へー、黄色いケロリンおけ、どうしたの急に。なんかオードリー・ヘップバーンさんがそういう話言ってたの、どこで。サムソンさんが覚えてる、記憶に残ってるって書いてあったの。修学旅行のね、うんうん、ちょうどこのケロリンオケ、あれで見たね、ビレッジヴァンガード、あー中見世商店街のすぐ隣にね、うん、あるんですよ、そのビレッジヴァンガード。皆さんご存知だと思いますけど、そういう雑貨屋さん、そこに黄色いケロリンオケ売ってたね、うん、あったね。1月の肉の日、そう、覚え方が ね西さんの誕生日、うん、1月の肉の日、一番肉の日って覚えてるか。一番肉の日一番肉の日に生まれたのか、一番肉の日でもちょうどさ、いつもだったらもう少し長時間あればもっとリスナーの人ステージに上げて喋れたなとか、ね、うん、思ったんだけど、あのぐらいがいいのかね。どうだろうね、もうちょっと皆さんと喋りたかったなだって皆さんそうでもなかった。香りがもう十分お腹いっぱい、いや、もう誰も上がってくんじゃねえよぐらいな感じ私結構、うん、いつもはもっと、うん、なんだろう、カウンター周りにいたりとか。そっか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 、そうだね、あたりでこういただいた食べ物とかを配布したり出したりとかでき、うん、やってたんだけど、今回はそういう時間が全然なくて。そうだね、なんかずっとバタバタしてて、うちに終わっちゃった感じがするな。それだって意外とあのこの人来れないのかと思ったら来てくれた人とかがいて、 その人に何とかプレゼント今渡せば送料かからずに送れるっていう気を使って ね、それで頑張って一生懸命そうだ、そうそう、そういうプレゼントまとめてたからね。そういう準備とかも裏でしてたから ね僕は AD の裏方でいいですって。ボックスのおみくじも香里さんの大吉でした。ああ、よかったですね、大吉でだね今度ぐだぐだ喋んじゃねえよって誰のこと。誰のこと。誰、佐藤さんのこといい人だよさすがゆかりさん
オードリー・ヘップバーンさんいい風呂の日なんだ。いい風呂じゃない一番風呂の日、ね、一番風呂の日なんだ一番風呂へえー、近いんだ。じゃあ星座一緒なんですね。水上座の三浦純も一緒なんで星座同じ。あいつも星座同じで AB 型で一緒なんで、うん、同級生。ハギニはモールと誕生日が同じで血液型は違うんだっけね。確か違ったような気がする。佐藤さん面白かったね、うん、なんかみんなの天然っぷりが天然というか皆さんキャラがそれぞれにありますよね。キャラがね際立っててやっぱり面白かったよね、うん、ボックスではいつも大吉なのに他で引くおみくじは吉以上は出ない。なんだっけ吉の順番がいろいろあるんだよね。なんか小吉末吉とかね中吉、ね、吉あとファンキー 末吉とか末吉だってボックス来ると大体大吉が当たりますから、うんね、安心して引いてもらえると今年はちょっと大凶とか入れてみよう俺のやつ全部大凶にしてみるそれ面白くない。そうだねまあなんか全部大吉で安心して引けるよりはいいのかな。ちょっとドキドキ感があってね。カレーの浅野もさご主人とも話してて、うん、浅野のご主人はこういうイベントっていうのは年に1回だって思ってて、うん、来年もやろうよって言ってくれてね、うん、結構年1じゃなくいろいろやったりするんですけどみたいなものは飲み込みながら半吉っていうのもあった。本当に半吉そうそんなのあんの大作会とかで。それでさ来年もやろうよなんていう話をありがたく声をかけていただいたんだけれども、うん、その時に何かもっと何か面白いのやりたいねいろいろやりたいよねみたいな話をしたから、うん、じゃあじゃんけんにして、うん、ご主人とじゃんけんしてじゃんけんでリスナーの人が勝ったら、うん、半額ってどうですか、うん、いやそれ面白いけどなみたいな、うん、その代わり天使の大将が勝ったら倍払う。倍払わなきゃいけないって意味わかんないね。そう、それをかけそういうリスク、うん、お互いにリスクを背負って、うん、カツカレー食べて2800円みたいなやつ。おでも2900円か。でも勝てば半額になる。勝てば半額で何もなく、うん、例えばウーロン茶普通の大盛りサービスとかウーロン茶一杯サービスとか、うん、卵のトッピングサービスみたいのはできるとしてさ、うん、スペシャルチャレンジみたいな。そうスペシャルチャレンジやりたい人はただ大将が勝ったら倍だから倍これ面白くない。すごいねこれうちの番組っぽくないぽいけどなんか、うん、ムツゴロウ今からムツゴロウさんがなんかうわーってなる姿が目に浮かぶんだけど負けてそう倍払うっていう。2800円払ってしかも2回払わされましたみたいなそんなの楽しくない。大吉中吉大吉中吉小吉吉半吉末小吉とかあるの。そんな細かくあるんだ。今日もいっぱいあるんだね。大凶が一番すごいんだねやっぱりね。ムツゴロウさんとかなんかイゴールヒロちゃんちんさんとかがじゃんけんで負けたらおもろいよな。ね面白い。そうしたらだってお店もちょっともしかしたら儲かるかもしれない。まあそうですよね。一人なのに二人分なの。一人で2杯分もらえるんですから。でもすごいよね。俺たちが行った時ももうあっという間に満席になって、うん、で外で待ってる人がいるぐらいでね。いた、うん、ありがたいことに写真も撮っていただいて、はい、ステッカーもお渡しして、ね、で色紙にサッカーリは書かせていただいて、サインを書いたので、次行ったらきっと飾られてると。ね、飾ってくださるって言ってた。思われますので。ぜひまた行ってみてください。すん今日は出たことない。本当今日はないかな。あそう
カレーの朝のじゃんけん半額チャレンジ、ちょっと話題になるよね、むしろね。だからこれでみんな半額になって店が大逆に受けちゃう意味だもんね。そうです、それも申し訳ないよね。でもそれは大将が悪いやん。運がなかった、大将が負けるからやんってこう言えるじゃん。わあ、怖い怖い。あ、半吉っていうのがあったんだ。実際に出たんだ。へー、勝つ食べて勝つ。出口に一番近い席で外で待ってる人がいるのにお話ししてくれたので外の方に少し気を使います。そうなのよね、うん、だからお客さんがいても割と気にされないで歌歌っちゃったりとかするから。でクソなんだよね、でこれクイリスの寒いよねって言って、チキンカレーね、はい、その時にさみたいな。大丈夫かなこれ、大丈夫、間違えたりしないでしょうねみたいな。で少ししたってこうやって話して、え、チキンカレーだっけ。大将楽しいよね。大将、俺の先輩だったんだよね、学中学校が、うん、同じ町田第一中学校だったんですよね。本当に近いんですね、先輩なんです。だからで 町田高校っていう頭のいい高校出てらっしゃるから、うん、なんかいろ、本当に浦安の今の市長が町田一中出身なんだよ、ね、らしいですね。詳しいよね。ウエストボックスにお呼びしてカオリとデュエットしてもらいましょう。なんか今度行ってみようかななんて言ってもね、うん、言ってくださってたけど、そうなのね、外であっという間にね人が並んだりとか。でも並ばれてるのも慣れちゃってるから、うん、あのカウンターがあって、行った人は分かると思うけど、カウンターがあってこっちの中が厨房になってて、でカウンターの一番奥にこっちに入り口のね、こういう引き戸があるじゃないですか、はい、それでだからお客さんが一回中覗いて、あ、いっぱいかってこうやって帰っていったりすると、うん、あのもしそこに行ってお客さんに声かけようとすると、カウンターの端っこからこうやってまず出て、それでカウンターをずっと取って、いらっしゃいませ、何人ですか、何名様ですかってこう行かなきゃいけないけれども、さすが浅野はもうシステムが出来上がってて、なんかちょうどなんていう のこういう棒で、あのほらこれ孫の手がふっとカウンターの下から出てきて、ガラガラガラってこうやって孫の手で開けて、何名様ってやったからね。さすがよくできてるシステムだわ。ピータローさんがいた時もそういうノリでよく話しかけられて、食べ終わった頃にもう帰んのってロイさんに言われたのが気になって、帰るのって時間は結構そうだね、混んで、私たちがいた時はちょうど誰もいなかったんだよね。そう、あれ5時半ぐらいに、いや5時過ぎ5時過ぎだっけ、うん、だからもうオープンしたばかりの、オープンばかりか、そうそうそう、そこで、あ、今なら空いてるねと思って行ったんだけど、うん、もうあっという間にいっぱいになって、そうですね、次々に来たもんね。それで外にも並ばれてね、最後ね、うん、そのポーズ、カオリンセクシー、どのポーズ、どんなポーズしてた私今覚えていないね。えでもよく話してくれるし、猫ひろしって言わないようにね、その店に行って、いやでもノリもいいし、今度ね、あんまり言っちゃいけないのかしら、まだね、なんかテレビの取材もまた決まってて、うん、話が来てる。でもそれでラジオでもこんだけのねリスナーさんが来たのも珍しいって言ってくれてたけれども、あのテレビだとすごいみたいよね、うん、やっぱりしばらくはもうずっと並ぶ行列になっちゃうぐらいな、うん、なっちゃうねって言ってたね、ね、踏み込むんですって、大変よね、うん、まあでもその前に放送される前ぐらいに言っといた方がいいよね。そうだね、ちょっとタイミングがずれたら。でもあれ10月だよねきっとね、今月中ぐらいはもしかしたら今月中ぐらい言っといた方、もしね行きたいなっていう方がいたらね、か10月の頭ぐらいは大丈夫だね。うん、あの映画と一緒に、うん、多分ね、多分やる感じだもんね。なんですよ。あれ本当にいつから告知していいんだろうね。
まだ分かんないね。いいんじゃないかなって。情報公開ね。別に言ったからどうなるってことはないと思う。それはそうだよね。別に。ここだけの話ですが、僕が行った時もお話に夢中で、うん、お感情とオーダー連続して結構やばかったです。結構平気で危ういんだよね。そうだね。あの、カモリなんか、あの、じゃあ私チキンカレーって言ってるのに結局聞いてもらえなかった。それでなんかあれだよね、あの、あ、カオリンが言わなかったんだよね。でもちょっと甘めでとかはね、言うタイミングを逃しちゃった、どこで言えばいいかなみたいな。で俺結構あのいつも辛め、ちょっと辛めにしてもらうから、うん、その多分その感じで作ってんのかなと思って、まあでも女の子だから辛めにしないみたいな風になってくれてるのが、まあ、チキンカレーだから別だろうしなと思ったら、思いっきり俺のと同じ鍋でこう入れてたから、辛、あ、辛さも辛めやし、しかもポークやんって美味しかったから、ね、いいの。一応チキンカレーって言ってたんだけどね、しよっかなっていう量がね心配だったのよね。ポークでそういう大盛りのカツカレーができたら、ね、なんとなくイメージがね、カツもきっとどっかりドカッと乗ってて、うん、ボリューム満点かなと思ったね。辛くもできるんですよ、言うと本当に辛めでっていう風に言うとできますよ。サムソンさんありがとうございます。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。放映されたら本当にね、しばらくの間大行列なんですって、うんうん、お塚さんもありがとうございました。ありがとう。あ、イラットハウスの投稿してくれたのかしら、ありがとうね。来週読むね。ダブルカツとかないのですか。頼んだらどうなんだろう。今度俺行ってみようかな。カツダブルカツで、いやこの間これあんまり行ったらあの悪いかもしれないけど、大盛りにしてもらってさ、うん、それで食べてたらあの途中でルー足してくれて、うん、ちょっと足そうかっつってこう。あら、寿司。もうだって西さんは永久大盛りって言われてたから。で、ご飯。ありがたいやね、永久大盛り。かおりん痛風なんだから無理しないでって。大丈夫です。もう。元気です子連れで来てた人が甘め作ってもらってた、ね、言うタイミング逃しちゃった ね。大丈夫ですか、ハッパちゃん。ね、無理しないで、なるべく睡眠はちゃんと取った方がいいですよ。ありがとうございます、遅くまでお付き合いいただいて。スタッフの女の子ね、この間いたね。いつもいるんですか。いや、俺が行った時初めて、俺が初対面だった時、あのこの間の月曜、昨日か、うん、初対面だった。連休とかだったからいたのかな、忙しくなりそうとか かもしれない。ボリュームがあってこれが大盛りになったらどんなだかと思いました。勝手に大盛りサービスしちゃってる場合もあるからね、気をつけないと甘めだったら前蜂蜜持参ならいいんじゃない。野菜別盛りで大盛りにしてもらいたかった。あーなるほどね。俺野菜、あの野菜にカレーかけるのも好きなんだよ、うん、なんかお母さんならいたけど。え、お母さんいた。へえ。本当、その時によって違うんだね。だって今あの先代もまだね、健在いらっしゃって、時々店に来たりするって言ってたからね、うん、息子さんもなんかいずれあそこカレー屋さんやるのかね。息子の代まで言っとくよって。そう、息子の代になっても西さんってでかい人が来たら大盛り無料だからって、うん、言っていてくれるって言うんだけどでも俺言っても別に西ですって名乗らないけどねいやでも素敵なあの人でよかったわよね。あそこの俺前からあそこのカレーは大ファンで、最初は話しかけてなかったから、カツサービスの時にカツカレーじゃないよねっていうので
ダブルカツになるんですかと聞き返しちゃいました。カツカレーにカツサービスになったら確かダブルカツだもんね。そっか。挑戦できませんでした。あ、奥さん、あ、そう、お母さんは和歌山のいろんな情報をみんな持ってるね。お母さんは和歌山の方らしいですよ。なので関西弁得意だって言われてました。へえ。まだ痩せたら分かんなくなっちゃうか。俺今朝起きた時に体重測ったら105キロになっててさ。嘘。いよいよ100キロ。すごいね、2桁が見えてきたね。2桁見えてきたね。カレーは飲み物だから先にルーだけいっちゃう派。2日続けて同じ女の子でしたよ。でも多分俺がね、俺らが行った月曜日の時も同じ。背の高い子でしょ。あ、だって私たちの後に行ったんだもんね、松原さん、ね。あの店、西さんが入り口付近に座ったら奥が空いててもお客さんは入れないかも。いや、ほんとほんと、俺いつも必ずだからなるべく一番奥に座るもんね。そっか。多分背の高い女の人じゃないかな。あのなんだっけ、 Facebook にアップした写真に写り込んでんだよね、うん、あ、そうだね、写真を撮ってくれた女の子がね。そうなの、こうやって写真を撮ってくれて、その子があのカウンターの中からこうやって写真を撮ってくれて、でここが鏡だったから、そうそうそう、あの写ってんだよね。そう、写してくれ、撮ってくれてるところが写っちゃって、あ、 iTunes のミュージックポッドキャストの回が、カオリンの痛風の回がエラーになってましたです。痛風の回。時間あったらお願いします。了解です。まだまだなんかね、そうですね、メイドコスプレが似合いそうな背の高い子です。その基準がわからない。フェイスブックの子です。そうなの、フェイスブックに写ってる子ね。鏡に映っていた女性も、あ、じゃあ青森さんは 別の人を見たってこと。お母さんを見たってこと。すごいな、これ見たことないよ。映り込んでた子がそうな、みんな映り込んでるのはちゃんと分かってたんだ。大丈夫ですか。大丈夫です。またでもなんかね、一回年末の前に何かあるかどうか、どうだろう。結構だから今回のも、あのいつも8月の夏休み中に長時間ユーストやってたじゃないですか、うん、で今年ももし空いたところがあったらやろうかなと思ってたんですけど、割と8月がぴったり埋まったのと、ね、イベントがフルで入ったので、まあ こんなこと言ったらあれですけど、基本そんなに儲かるイベントではないので、皆さんとの交流を深めるためのイベントだからね、うん、だからもしそういうなんかお客さんとかがホール貸しとかをやってくれるようなイベントがあったら、そっちを入れちゃうんですよね、うん、でそれが入らない時とかに空いてたりとかすると、ちょっとじゃあこの辺でやろうかみたいなね、うん、公園でカオリンオフ会みたいな話はありましたっけ。なんだっけそれ、何をやったんだっけ。あのまどかさんみたいにっていう話だよね。ああ、新宿御苑でやったみたいに。あ、お母さんの話は大将から聞いただけでいらっしゃらなかったよ。あ、そうですか。お話をね、みんなもっと飲んで食って、ね、なかなかね難しいでしょ。だから前はアコステのスペシャルライブみたいなのはまだやったりするけど、あの歌声喫茶なんかはね、もうちょっと難しいかもね、かなって感じでしたね。もう最後はあまり人もそんなに集まらなくなったりとかして、そうするとその人たちがなんか気を使っちゃうっていうね、うん、やべえ俺これこんなにいないからちょっともうちょっと頼まないとまずいかなみたいな風になってもね。あと6キロで2桁だ、本当だね、すごいね。浅野のカレー出して儲けましょう。デリバリーしてもらう。なんか
リスナーさん同士の対決みたいのが見たいな。なんか言ってるよ対決してもらうの。そう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 、うちでだから何で対決するの。かき氷対決とか涼しくなった今。そう、もっと真冬、真冬にね、年末とかに、ね、かき氷対決して。ガリガリ君対決やったね。あ、やったね。私が1回で当たりを出したって。そうだそれでかき氷をうわーっと食べて、それで負けた方のギブアップって負けた方の人が代金を払う。それを何回もやったら結構儲かんじゃない。お腹壊すんじゃないそれ冷えて。そんなリスナーさんに体張ってもらうわけいかないなって。結構張ってくれたけどだからちょっと歌声喫茶も難しいかな。今回みたいにちょこっとそういうコーナーも入れてみたいな感じでね。そういうコーナーをね、設けるみたいなのができるけれども。うん、カオリンクイズ対決とか、また松山亮さんが弾けるかも。松山亮さん頑張ってくれたよね。ねえ、本当に、なんていうの、その松山亮さんがどんな人かっていう人柄をもうみんな知ってるじゃない。なんか割とこうおとなしい人で、声の小さい人で、あ、僕の歌で聴いてくださいみたいな感じのほど、まあ、言う人でね、みたいな感じの。聞こえない人が一生懸命こう盛り上げようってこう積極的に、あと2曲弾けてる感じがね、あと2曲歌いたいですみたいな風になると、あ、頑張ってくれてるな松山さんっていう風になって応援。あれでも歌う曲をビンゴ、うん、ビンゴの機会で決めると面白かったね、数字あれはだから普通はやっぱり曲を入れたらその曲順をなんかメモってやったりとか、うんうんうん、ジャケットに書いてあったりとかするじゃない。それがない、それがないっつって曲がどこに入ってるかわからないっていうね。そこをちょっと利用させてもらって、スリリングがあるよね。あれもだけど松山亮さんはわざとその方が面白いんじゃないかみたいなこともきっと考えてたみたいで。結構あれよ、松山亮さんってあざといとこあるで。 あらんな、なんか、あ、僕はそんなみたいなこと言いながら絶対トイレでも見つかるようにしてたわけじゃない。ちょっと見えやすくしてた。完全に隠れてたらドアちょっと開けとくとか。そうだってトイレに入って鍵閉めるときも絶対引っ張り出せはしなかったんでしょ。だけどこう必ずこうであーってやられるようなことはこうちゃんと狙いながら場を盛り上げようとしてくれてたんじゃないかっていう。まあそれは本人にしかわからないと思いますか。でもそういう松山亮さんが頑張って盛り上げようってしてくれてるとね、うん、なんかありがたいなと思うよね。そういうところについ乗っかりたくなっちゃうよね。ちゃんこ鍋イベント、俺が100キロ切りかけたな。ボックスでかき氷しか食べてないってムツゴロウさん。本当、うん、今年食べたアイス。歌っているとこの時の動画を撮りましたがデータが大きすぎてフェイスブックで送れませんでしたって。松山亮さん、松山亮さん結局4曲歌えたんだっけ。最後に1曲アンコール入れて、アンコール2曲やったんで。あ、2曲やったっけ。本当に聞いてなかったんだね最後はなんか写真とか撮ってたかなそうなのよ、本当にみんな結構気を使ってくれてたのに、最後の松山亮さんが歌ってる時にちょっとユースト見たらガランガランの会場、タムタムもまたそのガランガランの感じをちょっと醸し出したりなんかしてて、 そうあれもなんか計算ぽいけどね、なんかね、チラチラ、あ、誰も見つけてくれないからチラチラ顔出してたんだと思う。こうやってあ、YouTube にアップして限定公開で URL を送る。なるほど。いや、素晴らしかったですよ松山亮さん。本当によく頑張ってくれました。歌声喫茶なら明日のアコステに。明日はアコステあります。そうです、ね、1対1で実費でかき氷対決、20人来れば儲かる
いいね。そうね、なんとか盛り上がって、だから本当に今回はね、このどのくらいの人が先に来るかっていうのをある程度聞いてね、うん、それで、まあ、CD をそれに合わせて作ろうっていうことで、最初20人ぐらいかなっていうふうに行きますっていう、ね、申告していただいてたのが20人ぐらいだったかな、ね、結果的にでも10人以上上回るぐらい、ね、30人ぐらいの方が、ね、来てくださって本当にありがたかったです、うん、助かりました。皆さんのうちのスタッフのお給金もちゃんと出ましたから、okay. そうね、松山さんのあれ、葉っぱちゃん聞いてくれてたのよね、ちゃんとね、うん、付き合い長いけどあそこまで壊れた彼を見たの初めてだ。本当だよね、だってあの残ったポストカードを全部こうやって預け集めた時に、そうだったね、あれ全部本当に持ってったのかな、持ってったんじゃない、あそう、ね、何種類やったんだか教えてほしいな、うん、いや面白かったよ。でも本当に頑張ってくれてる感じが、多分さ松山亮さんもあのひろちゃんちんさんにしてもムツゴロウさんにしても青鬼さんはどうか分かんないけど普段は本当につつましく静かにあ僕はいいですみたいな感じで暮らしてる人たちじゃないですか。俺が俺がっていう感じじゃないじゃないですか。そういう人がなんかイベントを盛り上げようと思って自分を犠牲にしてね、頑張ってるところを見ると本当にありがたいなと思うよね。全部持っていきましたよ。本当に。そりゃそうよね。逆に置いてかれたらショックよね。まあそうだね。いらなかったんだ。ね、またあんな楽しいイベントができれば、本当に皆さんに盛り上げていただいてなんかありがたいなと思ったイベントでしたよ。つつましいっすよっつって。つつましっすよの後のもう絵文字がもうねつつましくないつつましくない。青鬼さんも本当にありがとうございました。だから青鬼さんが来てる最中にもう俺心は京都に行ってて、割と来てる最中に、だから俺青鬼さんもう一日泊まる予定なのかと思ったね。あ多分泊まったら、うん、明日その予定は何も入ってないようだったらここでなんかいろいろまた朝のとか行ったりちょっと町田を歩き回ってそのまま一緒に京都行っちゃおうかな、月曜日に、そう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 、で多分火曜日の仕事に間に合えばいいようだったら、うん、月曜日の夕方ぐらい、ほら逆方向だからさ、あの U ターンするのとは、だからこっちはあんまり混まないだろうから夜中の間にスーッと行って、えで俺京都で西ラジまでに帰ってくればいいやみたいな。ちょっともう番あのイベントやってる最中にそんな妄想が結構広がってて、うん、京都行こうって思ってて、あおりさん、西さんの京都熱結構上がってきてます。ツイッターでも書きましたけど、ね、ご注意ください。こうなると結構やばいっすよ。こうなると近いっすよ、結構近い。青鬼さん、舞妓のお付きの人、舞妓さんのお付きの人、お疲れ様です。休憩中なのかな、休憩、お疲れ様です。つつましいやかな人。つつましいし謙虚です。でも西さんの無茶ぶりが美味しいと感じてしまいます。素晴らしいです。本当にありがたいです、そう思っていただけると。ドスエもねだいぶ定着してきたんで。何でもドスエだった。あれ多分本当のあの青鬼さん以外のさ、うん、京都の人だったらちょっと軽く切れるだろうね。分かんない、青鬼さんも切れてるかもしれないけど。前日タミヤさんの代行していたのでこれはあかんと思って帰ります。ああそういうところも見てくれてね、気を使ってくれてありがたいわ。でも俺の気持ちはもう半分京都にいた。今も半分京都に行ってる。もうね京都行きたいんだよね。ちょっと昼間にちょっとこの間はほら結局その石山寺ってところで、うん、あそこが思いのほか広くって、そうでしたね、京都に着いたのはもう夕方だったもん ね6時過ぎとかだったもん ねだからちょっともう少し京都の街をゆっくりと、秋の京都とかいいんじゃないですか、いいね、紅葉とかいいね、いいわ、
涼しいと日産も過ごしやすいでしょうし、そうね、確かに。まあ明日もないですよ、そのアコステがあるからね。そうね、そう、むしろ気をつけるならアコステゴ、そこはなんとか私が阻止します。金曜日が不安なんで金曜日が不安なんでアコステの後はちょっと縛ってお店にお店の椅子に縛り付けとこうかなみたいな。もう心霊スポットがありません頼んでないっつういいじゃないですか。またあ、じゃあ今日は夕暮れのミドル外景みたいなもう一回見に行くの。そうちょっと明るい明るいうちの渡月橋とかさ暗かったからね。そうそう、10月ねこっちに青鬼さんがお越しになる時にはまたみんなで、ね、そうそう来られるって言ってた。シズラとか小仏トンネル、え、こ仏じゃない、小壺、え、どこトンネル、小壺トンネルっていうのがあるの？こっちのトンネルか、鎌倉の方のやつかな、あのよく有名なの、なんか女の人が追いかけてくるっていう、知らない？知らない。走っててこう前に女の人がいて、ああなんか怖って思ってふっと見るとここのミラーに全力でこうやって走ってくる女の人が映ってて。小壺トンネル、あ、はあ、鎌倉か、ね、それで、はあ、後ろにいるって思った次の瞬間に横の窓をドン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 って叩かれるんだって。でもそれをさ、そのドン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 って叩きながらこうやや横歩きで全力で走ってる人を想像するとちょっと面白くない？やだ怖いそうだよね、鎌倉の心霊スポット。そうだね、今度松山亮さんも一緒にマジそうですよ、仕事終わりがけに突然今店に向かっていると DM が来るんですから、ね、よりによって DM で西南戦争の激戦地が心霊スポットです。へえ、ここはガチです。うわ怖っ、香織の痛風きっと心霊スポットにいたせいですよ。あそういうことか、そういうことかって、もう痛風を認めてるよ違うけど違うけどって言ってもダメよもうあでもそういえば行って帰ってきてからだった。そうだよね、いやあれはだから車の中で寝かしたりとかしたから、うん、そうするとやっぱり足が下にでこうなったまんま寝るとやっぱりね、あのむくむんだりするんだよ足が、うん、血がずっと下に降りてるから、あれそのせいあると思うよ。そんなのありえるねね、また行きたいな、いつ行こうかな、ちょっと店のスケジュール見ながらそーっとまた企画します。今度じゃあ松山亮さんにだけは知らせますよ、で青鬼さんには知らせないムツゴロウさんのところには DM なんかしませんよ近いからねもう前を通ってあ電気ついてるってクーッと飛びたいとかするからそう、ね、でもね京都また行きたいな、あの奈良も松山亮さん案内してくれるのかな、行ったらね、どこにいるか分かんないもんなんで松山でさ、そうだね、家に押しかけるしかない私は個人情報を握っているからあそっか、かおりんは郵送先を知ってるから、だから西さんも DM を見れば分かるのか、 DM を遡るとあるんでしょう。そっか、誰の家に現れてもおかしくないんですよ怖いね、怖いね急にあなんか気配を感じると思って後ろ見たら西さんが俺がこうって怖っ怖いね、隣の土地買って宿泊施設作ってください、宿泊施設、あムツゴロウさんのね
そうだよね、あそこのあそこすごくいい場所のような気がするんだけど、急にそっか誰かの家に行くっていうのも楽しい。いやいやいや、楽しいのはあなただけ。そっか、楽しいのはあなただけで。そうだね、確かにそうだね。みんなはひんやひやっていう、ね、すんごい迷惑よ ね。じゃあカオリン抜きで西さん2人で奈良に行きましょう。そうしますか。すっげえ迷惑なだけだよね。カオリンがいたらね、あーカオリさんがなんていうのもあるかもしれないけど、俺と息子のさん2人で松山さんっつって来たら、俺だったらこう見なかったふりをする、ね、私一人で奈良の旅に行く。あら、鹿におせんべいあげに行く。今度さ、新幹線で熊本とか行ってみる。ついに西さん新幹線に乗る気になった。新幹線で熊本とか行ったらさ、なんか車よりも早いでしょ、圧倒的に。そりゃそうですよ、ね、だって京都だってね3時間ぐらいでしたっけ。そう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 、あっという間に着いたよって、ね、言ってた。そういうのもありだよね。で、アマミズムさんにじゃあ鹿児島まで来てもらうとかして。行っちゃう。九州フェリー乗り場で待ってますみたいな DM を急に送る。待ってますって何。あ、そうか、熊本を回るのが車ないときついか。そっか、確かに車で回らないとっていう場所も多かったな。RKK にも行ったし、うん、あとあのバギューンにも行ったし、うん、あとなんだっけ、あのお湯の司の湯、うんにも行ったけど、結構もう全部車、まあ泊まってたのが長崎だったから、うん、フェリーに乗ってこっちに来て結構ねあちこち回ったんだけど、ホテル一泊付きで3万円ですよ、羽田熊本飛行機。へえ、あ、レンタカーもありだね。あ、今カーシェアとかしてるもんね。そっか、沖縄で合流にしましょう。沖縄まで か。 沖縄も行きたいけどな。ちょっと新幹線とかも乗ってみようかなって。もう西さんはちょっと車で、意地でも車で行くっていう考えなのか。市電は1日500円で乗り放題。え、そしたら市電とかでも便利じゃない。電車で行くのもいいよ ね。 ね、ちょっと電車の旅いいなと思って、それも考えつつ、でも車の旅も好きだしね、うん、そんな感じなので皆さんお気をつけください。お気をつけ、何に気をつければ。ということで、もう一回来週の、テーマ、はい、投稿テーマ、替え歌がおっとっと、おっとっととのおっとっと、ありなし本線日本海が修学旅行のありなし、そして、ボケマショータイムがモナリザの作者は、はい、レオナルド・ダ・ヴィンチ、これをボケていただきたいとです思います。ということで最後はまた、古谷香織の夜間飛行に乗せてお別れしたいと思います、はい、本当にね、お越し、14日の西田事件ハミ感謝祭にお越しになった方も、はい、それからユーストリームでご覧になってくれた方も、それから残念ながら今回参加できなかった方も、うん、またぜひ次には、ね、遊びに来ていただきたいと思います。